どうも、極太ダイナマイトのコウスケです。こちらです。今回はですね、はい、未だに解決していないミステリー総集編ご紹介します。よー、未だに解決していないミステリー事件だったり、あー、事件系ね。例えばですけど、はい、絶対に出れないって言われてた監獄から出た事件とか、あー、あったね。で、彼らどこ行ったのか、なるほど、とか、あと飛行機から逃げ出したね、はい、D.B. クーパーとか。そうね、あー、それ系の解決していないミステリー。あー、これ面白いですねぐっすり眠れると思いますただちょっと面白すぎて聞きっちゃうかもしれない。そうだね、そこはね、ご容赦ください。多分面白すぎて、うん、スパさん投げちゃうんじゃないかと思うんですけど。あー、もうね、それとね、ぐっすり快眠できた方はね、うん、ありがとうの気持ちを込めて、これは赤いスーパーサンクスコメントとかじゃなくて、うん、赤いスーパーサンクスなるほど。まあコメントも嬉しいですけどね、うん、まあ圧倒的にスーパーサンクスの方が嬉しいです最後までそんなやついないんだ。楽しんでってくださいどうぞ。航空業界史上唯一の未解決事件、 D.B. クーパー事件ご紹介していきます。1971年11月24日アメリカのポートランドからシアトルに向かう、まあ、国内線だよね。ダン・クーパーという偽名を使った男性が乗り込みました。ほう、まあ、その時の乗客が3分の1ぐらいしか乗ってなかったらしいんだけど、うん、まあ、このクーパーという男性は一番後方の座席に乗って、はい、飛行機が実際に飛びまして、うん、客室乗務員にですねメモを渡すんですよ、はい。まあ、その客室乗務員はナンパかなと、あ、はいはいはい、うん、思ってちょっとその時見ないでポケットに入れたんですね、はい。そしたらこのクーパーはですね、今そのメモを見た方がいいって言って、うん、メモを見たら僕が持っているアタッシュケースの中に爆弾が入っているっていう風に書いてあったの、はいはい、ハイジャックスタートですよ。クーパーはですね、実際アタッシュケースの中を客室乗務員に見せました。ケーブルが繋がっているような赤い筒が8本、爆弾が入っていたと、うん、でですね、身代金20万ドル、そして4つのパラシュート、そしてシアトルに飛行機に給油する給油車を準備しておけというふうに要求しました、はい。でこの身代金20万ドルっていうのが現代で換算すると1億5000万円ぐらいのお金、まあ、払えなくない感じですね。そう、そんなふっかけたあれではないというか、ね、このことをですね、はい、客室乗務員のフローレンス・シャフナーという女性がまず機長に伝えて航空管制塔にも伝えました。実際にシアトルでお金と給油車、そしてパラシュートの準備をしていました、うん。まあ、その準備をしている間、まあ、本来であれば30分ぐらいのフライトらしいんだけど、まあ、準備にちょっと時間かかるっていうことで2時間程度空をうろうろしまして、この時に客室乗務員の方が隣に常に座っていたらしいんだけど、シアトルの空港、タコマ空港っていうところに向かっていたんだけど、タコマが見えるねとか、ここの下に空運基地があるんだよねみたいな、ちょっとね、うん、地元の人っぽい感じ、うんうん、だその地理に詳しい感じがあったと。なるほど。まあ、このクーパーの人物像なんですけども、うん、穏やかで礼儀正しく言葉遣いが丁寧っていう、でちょっとね意味がわからないんだけど、バーボンとソーダを頼んでたのね、はい。その CA さんにチップ渡してたの。へえ。そこまでするちょっと紳士的な人ではあったと。はいはい。まあハイジャックしてるか紳士もクソもないんだけど、うん、なるほど。でですね、このボーイング727実際にシアトルの空港に到着しました、うん。でそこでガソリンを入れてパラシュートと身の代金20万ドルをクーパーに渡しました、うん。乗っていた他の乗客は全員降ろされまして、乗っているのはクーパー、そして客室乗務員、そしてパイロット、計4人だったと。はい、でですね、クーパーは次にこのままメキシコシティに向かえというふうに言いました、はい。飛び方が時速190キロ程度で高度を 3000m に保ったまま飛べと、はい。ちょっともうこの言い方からしても、うん、飛行機にも詳しい人なのかなっていう感覚、うん、はいはいはい、うん。まあもうここからはですね FBI がいるわけですね、はいはい。実際にメキシコシティに向かったんだけど、うん、途中でちょっと給油をしないと無理だというふうに伝えて、じゃあしょうがないから途中のところでじゃあ給油しようっていう飲んだんですよ、クーパーも。っていうのは途中の給油地点で乗り込んで捕まえてしまおうという計算でした FBI は、はい。1回だから途中の空港までは仕方ないけど飛ばそうと、うん、そっちの容器も飲もうということで、ボーイング727はメキシコシティ、まあ、その途中の空港に向けて出発しました、うん。この時軍の飛行機が4機飛行機の上と下、左と右にくっついて飛んでたんですね、はあはあ、何も起きないように。なるほど、うん。で空港まで向かってる時にですね、まあ、もちろんパイロット2人は操縦席にいます。クーパーは客室乗務員お前も操縦席に行けというふうに命令しまして、まあ、クーパー以外の乗っていた人たちは全員操縦席にいました、はいはい。離陸してから20分後、コックピットで後ろ側のエアステアが開いたっていうふうにランプが点灯しました、うん。まあ、これはつまり飛行機のドアが開いて気圧が変わったよっていうのを示すランプなんですよ、はい。つまりドアは開きました。まあこれはもう
誰も見てないんだけど、おそらくパラシュートを使って下に飛んだということで、このダン・クーパーという謎の男はですね、はい、消えたんですね。すげえ。なんでちょっと憧れの眼差しなの。いや、それで未解決になったってことなんでしょう。逃げ切ってます。1億5000万取って取って。で、これ不思議なのが、はい、さっき言った通り軍の飛行機が4機飛行機の周りにいるわけですよ。なのに誰も人が飛び降りた姿を見ていない。なるほど。だからどこに飛び降りたのかっていうのがあんまり分かってない。それもね、ちょっとね、この事件が解決できない理由の一つなんですけど。なるほど。まあ当時やっぱり夜なんですよ。あ、でこのダン・クーパーは黒スーツ、黒い靴、うん、でサングラスをしていたっていうのもあって、ちょっと暗くて見えなかった、そう、視認性が悪かったっていうのが、まあ一個条件としてはあると。なるほど、うん、まあ FBI がね全力をかけて調査していたんですけども、はいはい、見つからず、はい、このダン・クーパーという男性が誰なのかさえ分からず、はい、航空業界唯一の未解決ハイジャック事件として現代でも語り継がれてます。すごいな。ルパンじゃん。ルパン、完璧な犯罪を犯したの。ちょっとさ、ネットフリックスのドラマじゃん。本当だよね。でしかもなんかちょっとなんか流儀を感じるのは、なんか死人を出さないみたいな。そうなんだ。誰にも迷惑かけて、なんならチップ渡してる紳士さ。何それ、すごいな。すごいよね。その後クーパーを真似したハイジャック事件が15件、これなら盗めるじゃんっていう、ね、はいはい、全員捕まってるのね。あ、でも2人は実際にパラシュートを使うとこまで行ってるんだって。へえ。ただその後捕まってんの。その後捕まってる。しっかりしろよとは思うけどね。そうだ。本物だったの、爆弾は。あー、どうなんだろう。まああんま詳しいことは言わないか。それこそ模倣犯が出ちゃうから。か、それも持って帰ったかだよね。あ、一緒に。わかんないけど。なるほど。1980年、事件が起きてから9年後に8歳の少年がバーベキューを家族でやっている時に札束を発見しまして、うん、それがクーパーに渡した20万ドルの一部だったと。へー。お札の番号が一致した。あー、はい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 。一部はちょっと見つかってるんだけど、はい、まあ、手がかりはもうそれより何もない。それ以降。なるほど。それ使えんのっていう、まあ、どう換金させるんだろうって思う。分かんないね。だって、まあ、使えはするだろうけども、この番号が一致しましたっていうのはなるじゃん、うん、海外で買えちゃうとか。ありえるな。持ってってね、持ってってとかだったら、まあ、ありえる。なんか今までにこいつが犯人なんじゃないかみたいな、はい、たくさん出てきてるんですけど、うん、ちょっと一人も確証には至ってないから、うん、結局証拠がもう限りなく少ない。まあでも今は無理だろうな。1970年代だからできた犯行、間違いないね。空港の警備がすごいし、あともうさ、その乗る時に顔のこう、間違いない、取られちゃうしね。そう、現在では不可能ですね。確かに。これがですね、唯一の未解決ハイジャック事件、完璧な犯罪を犯したダン・クーパー。まあ、あと今はさ、まあ、それこそやっぱテクノロジーの時代だからさ、うん、犯罪者がハイジャックなんていうリスクのあるものを選択として取らないだろうね。本当にそうだね。仮想通貨を盗むとかの方が圧倒的に楽じゃん。楽楽、バレないしみたいな。知らないけど、そういうことだろう。そういうことですね。当時としてのやり方だったら、まあっていう。でですね、まあ、さっきコウスケが言ったように、はい、FBI は全部の札の番号を控えてるんですよ、うんうんうん、FBI の調査によると50年以上経って今でも使われた形跡がないらしくて、何のためだって思うね。なんだ、わざただやりたかっただけなのかな。じゃあできるかどうか。変態だ、変態だよ。そしたら盗んだっていう価値なんじゃん。飾ってあるとか、名誉のために。怪盗だと。怪盗じゃん。怪盗だよ。で作品として飾ってんじゃん。キモ。岩でもありそう。現実は小説より奇なりです。僕ルートダイナマイトってことでしょ、うん、航空業界唯一の未解決ハイジャック事件、 DB クーパー事件でした。いや、こんなことを言っていいのか分かんないですけど、うん、ちょっと面白かった。そうだね、犯罪者ですからね。マジで。でもコウスケが言った通り、ネトフリだな。なんかできすぎてるだろうみたいな。FBI を巻いたってことだよ。そうだよ。そんなことあると思う。悔しかったんだろうね、 FBI も。2016年まで調査してました。あー、悔しいだろうね。いやでも使ってないってのがだからミソなんだよ。使ったらバレたと思う。そうだな。だからやっぱもう盗むってことが大事だった。そうだね、ってことなんじゃない。俺はアメリカから1億5000万盗める男だっていう。かっこよくねえけど。別に。それ回答としてのね。そう、人によるから。人によるって、っていうことだったんじゃない。そういうことでしょう。まあこのクーパー、2016年で捜査打ち切り、はい、そして2023年になった今でも彼の居場所は分かりません、うん、一体彼はどこへ消えてしまったのでしょうか。
極太の見解をお聞かせいただきたいと思います。はい、実は今回極太ダイナマイト独自の調査を行いました。実際にアメリカの現地に行って調査をしたところ、クーパーの正体、そして彼がどこにいるのか、この2つを突き止めることができました。ほう、彼ダン・クーパーはですね、わかりません。殺すぞ、おい、どうなってんだよ、おい、おい、なんでだよ、やめてくれ。以上、極太ダイナマイトでした。ありがとうございました。世界で最も謎めいた人物、ウィリアム・シェイクスピアをご紹介していきます。まあそもそもシェイクスピアという人物なんですけども、はい、まあ、ロミオとジュリエット、それからマクベス、リア王とか、まあそういう演劇の作家なんですよ、うん、もう史上最高の作家と言われてまして、彼を超える人物はもう出てこないと言われています。そんな言われてんだ。とんでもなく天才だったと。ほう。1564年イギリスのストラトフォード・アポン・エイボンという場所で彼ウィリアム・シェイクスピアは誕生しました。これはもう歴史に残っている事実です。まあ、彼の父親はもともと議員を務めていたんですよ、うん、で闇市に関わっていたということで辞職に追い込まれまして、はい、その後一家崩壊みたいなことになってしまい、シェイクスピアも11歳で学校を辞めてそこからも働いていたと。なるほど。18歳で結婚して3人の子供に恵まれたんですよ、うん、ここまで聞くと別になんか天才が生まれるようなまず環境ではないっていう、うん、なんかむしろ苦労人な感じするでしょ、はい、そうで、こっからちょっとね、彼の人生は少しずつ変わっていきます。はい。1585年、彼シェイクスピアは妻と子供を置いて町を出ました。そこから7年間何の情報もないんだ。で7年後いきなり劇作家として活躍していたと。急に劇作家として脚本を書くようになって、しかももう超人気の作家になってたの。うん、ここのまず空白の7年があるってことをちょっと覚えておいてほしいんですけど、はいはい、この空白の7年っていうのがあって、シェイクスピアは本当は実在しない人物なんじゃないかとかって言われてんだよ。肖像画があるなんて。だから、うん、シェイクスピアっていうこのイギリスの田舎で生まれたやつは実在したの、うん、でも作家としてのシェイクスピアとはまた別の人物なんじゃないかっていう噂なんだよ。ゴーストライターがいたってこと。そういうこと。なるほどね。彼自身が書いたわけではなかったと。なかったのかもしれないと。とか、もう本当分かってないからいろいろ言われてて、うん、それこそ今コウスケ言ったゴーストライター、うん、あとシェイクスピアっていうのはあくまでもペンネームで複数の人がそのペンネームを共有していたとか。なるほど。7人説こう言われてんだよ。まあそうなんだ。そうそう、いろいろちょっと言われてるんですけど、はいはい、まあ、ちょっとその証拠をご紹介していきます。はい。そもそもシェイクスピアの作品たくさんあるんですけど、うん、科学、法律、それから航海術、軍事、いろんなことの専門用語がすごい出てくるのね、うんうん、で特に法律とかも結構詳しくて、はい、もう法律の専門家じゃないと書けないって言われてるんですよ。あー、なるほど。田舎の学歴もない平凡な男が果たしてそんな専門的な知識を持っていただろうかっていう。そういうこと。なるほど。おかしいじゃんっていう。11歳で学校辞めてるやつが、うんうんうん、法律についてこんなに詳しい劇を書けるわけがないと。なるほど。それだけじゃなくて、はい、航海術に関しても海に行ってるやつしか書けないって言われてるのね。あー。で軍事に関しても、もう軍にいたやつじゃないと書けない描写があると。なるほど。そう。でさらにシェイクスピアの作品の中にはデンマークとかイタリア、フランスとか海外の描写がすごい出てくるものがあるんですけど、はいはいはい、もう明らかに見たまんまを描いてるような描写なの。でも7年間のうち行ったんじゃないの。それだったシェイクスピアがイギリスから出たっていう情報はないんですよ。それは残っちゃうじゃん、記録として。なるほどなるほど、うん、だから彼はいなかったというか、また別の人だったんじゃないかと。作り上げられたもの。そうだね。シェイクスピアという人物は、まあ、誰かによってブランディングされたものなんじゃないかと。なるほどね。まだまだちょっと証拠が出てきてまして、うん、まずですね、うん、シェイクスピアが書いた原作残っていません、何一つ。え、どういうこと。だって残ってんじゃん今も。それは全部後世に語り継がれるために書き写したものなのね。原本がないの。原本がないの。あ、じゃあ今までのなんかロミオとジュリエットとかも、うん、全部原本じゃなくてコピーです。はあ、なるほど。さらに、うん、シェイクスピアが書いた日記とか、うん、手紙も何一つ残っていません。なるほど。これはちょっと気な臭くなってきた。おかしいでしょ、うん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 、そう思って確かになんか不思議なんですよね。はい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 。でさらに、うん、シェイクスピア遺言書いてるんですよ。
これはイギリスで生まれたウィリアム・シェイクスピアね。はいはいはい。でその遺言の中には財産のものとか書いてあったんだけど、うん、自分が書いた詩とか台本についての内容は一切何もなくて、だから死んだ後に自分の劇がどうなるかっていうのを何一つ気にしてないの。へー、ピエロだったのかもね。ありえるよね。はぁ、大胆だというか。そうなんだよ、すごい事実だな。それは世界一の文豪が実はピエロだったのかもしれないと。なるほど、うん。さっきも言ったようにシェイクスピアは田舎町に生まれて学校に通えませんでした。ここからですね、うん、ちょっと衝撃的なことが言われてまして、はい、なんとシェイクスピアは文字を書けなかったと。ほう。なんとシェイクスピアの両親そして兄弟子供たちみんな文字を書けません。ってことは読めもしないってこと。そうだね、読み書きができない。はあ。そんなやつが文豪になれるわけがないと。なるほど、うん。でちょっとこの読み書きができない証拠もあるのね。ほう。シェイクスピアのさっき言った遺言状、それから裁判の宣誓書のサインがあるんですけど、うん、それ6個見つかってます今までに、うん、筆跡鑑定の結果全部筆跡が違うってことが分かってるのよ。なんでかっていうと文字を書けない人は書記官に代わりにサインを書いてもらうのね。なるほど。だから全部違うっていうのはまあ当時は別に普通のことなんですよ、はいはいはい、書いてもらうっていうのはもうその読み書きできないからみんな結構ね、はいはいはい、だからシェイクスピアはもう文字の読み書きができないんじゃないかっていうのはもうほぼ確定しているというか、自分で書けばいいじゃんだって書けるからってことになっちゃうのよ、はい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 、なるほどね、はい、ということでおそらくシェイクスピアという人はいたけれど作家としてのシェイクスピアは存在していなかった。なるほど、うん、っていうふうにちょっと噂がささやかれてるんですよ。はいはい。じゃあ誰が一体このシェイクスピアの代わりに詩を書いていたのかと。はいはいはい。3人今候補がいます。シェイクスピアを作った人物たちが、うん、有力な人間が今3人いるんですよ。はい。まず1人目がですね、はい、フランシス・ベーコンという人間です。あー、有名ですね。うん。彼は哲学者であり法律の専門家です、うん、だから法律の部分に関してはものすごい専門知識を持っています、うんうん、そもそも生まれが貴族でまあその宮廷のこととかもよく知っていて、シェイクスピアの作品に出てくるそういう宮廷周りの描写とかも書けると。まあ知識人ってことですね、うん、ただですね、はい、このフランシス・ベーコンとシェイクスピアは決定的に違う点があって、それが文体が違うのよ。簡単に言えばダ・デアル文とデスマス調みたいな、はいはいはい、まあ、それぐらい大きな差があるから、うん、まあ、ベーコンじゃないんじゃないかっていうのもちょっと強く言われてます。うん、うん、反対意見も多い。なるほど。2人目の人物がですね、はい、エドワード・ド・ビアという人です、うん、この人はですね軍人でかつ劇作家で旅行が趣味の人で、フランスとかイタリアとかシェイクスピアの作品に出てきたところに旅行しに行ってました。なるほど。うん、さっき言ったベーコンと違って文体も一緒なのよ。ほうほうほう。さらにこの人の生きてきた生涯っていうのとシェイクスピアの作品の類似点がいくつかあって、うん、要は自分の人生をそのまま作品として書いてるみたいなのも可能だったと。なるほどなるほど。そうなんですよ。ただ一個ね問題点があるんですね。はい、それがシェイクスピアの作品は1611年まで出てます。ただこのエドワードはですね1604年にペストに感染して亡くなってるんですよ。ほう。だから7年間生きてないんで、うん、これはちょっと厳しいところなんだよ。そのね史実が合わないっていう。そうなんですよ、まあ、ただね映画のもう一人のシェイクスピアっていう作品では、はい、作品は書いてたけどもう出せないから友人に渡してシェイクスピアという名前として出してもらってたっていう風に描かれてるのね。だこういう説で言うとまあ可能ではあるというか、書き溜めてたみたいな。そういうこと。なるほど。不可能じゃないっていう。まあまあまあ、でも映画になるぐらいだから、うん、よほどそれっぽいんだろうな。そういうことだね。めちゃくちゃだからやっぱ似てんだこいつは。へー。最後にご紹介するのがですね、はい、クリストファー・マーローという方です。まあ、この方は劇作家です。結構傑作作品をいくつか残してる結構有名な人なんですよ、その演劇界では、うん、はいはいはい。そもそもちょっと書き方とかが似てて、うん、結構噂されてたんですけど、はい、大きな問題点がありまして、うん、この人はですね1593年に亡くなってるんですよ、うん、でその1593年っていうのはシェイクスピアが活躍し始めた頃だと。ほう。ちょうど入れ替わりの時期なのね。だから噂されてるのが1個あって、はいはい、クリストファー・マーローは死んでなくてシェイクスピアという名前で書き続けていたのではないかと。なりすまし説がちょっとあるんですよ。でも本物は本物だから名前だけ貸したのかもしれない。なるほど。まあ、ちょっとわからないですけど。そうね。そう、謎が残るんですよ。だから今言った3人じゃないかもしれないし、うん、3人ともシェイクスピアの可能性があるし、ちょっと謎ですね。そう、わからないんですよ。解明はできないんですけど。そしてその片田舎の男シェイクスピアは一体なんで選ばれたのか。なんで選ばれたんだろう。謎ですね。こんな何の変哲もない読み書きができないやつを、うんね、それこそ誰でもよかったのかも。
そうかもしれないね。ありえますね。僕ルートダイナマイト。ってことで以上、世界で最も謎めいた人物、ウィリアム・シェイクスピアでした。いやー、掘り下げれば掘り下げるほど謎が出てきて、うん、そうだな。ちょっと結局ね、何者だったのかっていうのはちょっと分からなかったですけど、うん、いやでも俺はね、コウスケもシェイクスピアぐらいでかくなるんじゃねえかと思ってるよ。うん、くだらねえこと言ってんじゃねえぞてめえ、おいぶっ倒すわじゃあ果たして、はい、本当にシェイクスピアゴーストライターだったのか、うん、極太の見解をお聞かせいただきたいと思います。はい、単刀直入に言います。嘘です。何の時間だよ。俺分かっちゃった。ああ、シェイクスピアは、ああ空白の7年で、ああものすごい頑張ったと思う。なわけねえだろバカ、そんなに人変われないの、うん、お前たちはそのままゴミのまま終わっていくよ、ゴミみたいな人生が。誰が言ってんだよ。以上、極太ダイナマイトでした。ありがとうございました。タイタニック号すり替え説ご紹介していきます。ということでですね、はい、まずタイタニック号とはというところなんですけども、うん、20世紀初頭にホワイトスターラインという会社が建造したイギリスの船です。うん、まあどんな船だったかというとですね、まず世界最大の客船でした。うん、なんと総重量がですね 46,328 トン。よくわかる、まあ、とんでもなく大きいと、いうことなんですよ。どういう特徴があったかというと、沈まない船というふうに言われていました。不沈船ですね。なんでそうやって言われてたかというと、うん、このタイタニック号はですね、当時では最高峰の安全機能を備えていたと。なるほど。まず船底が二重です。1枚やられてももう1枚ある設計。なるほど。さらにですね、防水の壁っていうのがありまして、船底が16個壁で分類されてました。うん、そのうちの2個が浸水したとしても壁があるから14個生きてれば沈まないっていう設計なんですよ。だから仮に衝突したりとかして船底に穴が開くじゃん、まあ、それもまず二重の船底にね、はいはい、穴が開いても2箇所までなら沈まない船だと。はいはい、ということでですね、現在の21世紀の水準から見ても極めて安全な船だというふうに。すごいね。もうこれは不沈船なわけだわ。わけなんですよね。この実際にホワイトスターラインの会社の社長もこの船は沈みませんというふうに歌ってたわけなんですよ。なのにタイタニック有名な、うん、あーれーでーが起きたわけですから。そういうことです。どういう風にタイタニックが沈んでしまったのか、はい、ご紹介します。1912年4月10日、このタイタニック号はイギリスの港をですね、2200人の乗客乗員を乗せて出港しました。はい、イギリスのサウサンプトン港っていう港を出発してアメリカのニューヨークへ向かいました。うん、4月14日午後23時40分頃、北大西洋を通っていた時にですね、船からの見張りが高さ20メートル弱の氷山を発見しました。うん、でですね、簡単に言うと回避行動を取ったんだけど、氷山っていうのは見えてる部分は一角なわけですよ。はいはいはい。この海の下にもやっぱり山ができてるわけですね。うん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 、そこに衝突して沈没してしまったと。はい、でですね、その犠牲者がなんと1513人、当時としては世界最大の海難事故になってしまったと。まさかね、その一番安全だと言われてた船でこんな悲惨な事件が起きると。そういうことなんでね。ちなみに、うん、この時船に取り残されたんですけど、うん、生き残ったコックがいたんですよ。ほう。このコックってなんで生き残ったかっていうと、はい、死ぬ前に死ぬほどウイスキーを飲んでいたのね。はぁ、体が温まってるから、うん、冷たい海水でも唯一耐えられたと。だから海難事故にあった皆さんはですね、まずね、もう沈むってなったら酒を飲んでください。いやでも多分生き残る可能性があるんじゃん。あ、そう、本来はそうだった。ああもうどうでもいいやと忘れちまおうって言って酒飲んだら生き残ったの。すげえな漫画みたいな話だね。これはちょっと豆知識として覚えておくといいかもしれない。はい、でですね、まあ、今回の都市伝説はそんなタイタニック号がすり替えられていたのではないかという説なんですよ。まあちょっと順を追って説明していきます。はい、こっから本番ってことですね。こっから本番です。はい、
まずタイタニック号を作ったのはホワイトスターラインという会社です、うん、その社長がジョン・モルガンという男性でした。タイタニック号のこの沈没事故が起きる前に実は姉妹船のオリンピック号っていう船があるんですけど、うん、その船が海軍と衝突事故を起こしてるわけなんですよ、うん、で莫大な損害賠償をホワイトスターライン社は抱えていました、はい、これがまず一つ目です、はい、要は今回の話は姉妹船であるオリンピック号とタイタニック号がすり替えられていたのではないかというものなんですよ。ほう。というのもですね、まずこのオリンピック号とタイタニック号はですね非常に似ています。ちょっと画像をお見せします。はい、こちらです。めっちゃ似てますね。めっちゃ似てるでしょ。具体的には窓が2個ないだけっていう話なんで。あ、そんなレベルなんだ、うん、タイタニック号が沈没した時、はい、窓が2個なかったのね。でもそれもオリンピック号それはもうオリンピック号だって窓2個ないのオリンピック号なんだ。そうなんですよ。これはちょっと証言として残ってるんですよ、はあ、でもちょっと待ってください。はい、オリンピック号はすでに海軍と衝突して亡くなっちゃったんですよね。これはですね亡くなってはないんですよ。事故が起きて損傷はしてます、はい、ああなるほど、はい、でタイタニック号とオリンピック号が同じ港にいたっていうのは証言として残っています。なるほど。記録としても残ってます。はいはいはい。ここでちょっとね一つ説が出てきてしまうんですよ。ほう。沈まない船と呼ばれていたタイタニック号が沈んだってことがまず事実としてありますよね。海難事故によりタイタニックは、はい、これがもしですよ、はい、もともと損傷をしていたオリンピック号だとしたら沈んでもおかしくないよね。全く同じ構造だけど、すでに1個は損傷していた、壊れているわけですから。だから氷山に当たったら、うん、次は完全に沈没してしまうとのではないかと。でもそれは一体何のためにそんなことするんだよ思うじゃないですか。ホワイトスターラインは莫大な損害賠償を抱えていました。このタイタニック号の沈没によってこの会社は保険金をもらっています。その保険金で海軍に対する損害賠償を支払っているんですよ。はいはい。つまりすでに損傷しているオリンピック号を沈ませて、うん、保険金をもらい損害賠償を払いました、うん、残ってるのは無事のタイタニック号だけ。こういう構造が見えてくると思うんですけどちょっと待ってください。保険金詐欺ってことですか？そういうことです。ジョン・モルガン社長が企んでいた沈没事故だったと。1500人の命と引き換えに莫大な金を得たってことですか？そういうことなんだ。借金を帳消しにするための事故だったと。もうそうじゃんそうですね。これがちょっとねタイタニック号の真実なんですよ。やばいよそれは。消されるって火のないところから煙は立たないんだ。本当にそうなんだよ。だって見られてんの窓が2個ないってのは。誰だよ窓2個ねえなって気づいた変態は。本当にね超船オタクいたやん。こんだけ似てるとやっぱ分かんないよね。ちょっと待ってくれこいち。はい。ってことはね、オリンピック号と呈されたタイタニック号は現存してるのか。これはですね、はい、なんとすでに解体されています。闇じゃんもう永遠に闇の中。もう分かりません。ちなみにそれはいつ？1936年です。もうバラッバラになったの。なんかなんならもうオークションで売られてます。バラバラにされてオークションで売られた、うん、あ内装とかをってこと？そうなんかねやっぱ豪華客船だから、うん、そう中身はすごい欲しい人いっぱいいたらしくてそれは売られて残りの側の部分はもう解体されて。もうそれはもう絶対そうじゃん証拠隠滅だよね。でなんならね、うん、内装分も稼いで。そういうことよ。めっちゃ怖いめっちゃ怖いよこれ。すごい怖いこと言ってる。でここでね、はい、もしこの説が本当だとして、うん、さらにヤバいことだって。まだあんの？沈んだタイタニック号説で言うとオリンピック号は救難ボートを乗員乗客全員分乗せてないんですよ。確かに。だってね避難ボートがあったわけだから。うん、なんで全員分乗せてなかったかっていうと外観を損ねるからって言ってるの。ボートを全員分乗せちゃうと看板に置かなきゃいけないからそれは見た目が美しくないと。でもこれを全部知っていたとしたら最初から殺す気だったしか考えられない。つまり考えてみてほしいんだけど最大の海難事故っていう風にして人が死んだ方に着目させればオリンピック号かタイタニック号かなんてどうでもいい話になってくるじゃん。おい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 目くらましのためにやられたの1500人はって考えることもできちゃうっていう。人じゃないです絶句だよこれ。分かんないけどね。極物史上一番ヤバい事件だよこれ。やばい。本当だったら本当だったらヤバい。とんでもないやつがいる。悪魔がいる。悪魔極物とダイナマイト。ってことで以上タイタニック号すり替え説でした。ヤバすぎだろ言葉出ねえよ。ちょっとなんか現実味があるよね。解体されちまってんだ。
そう、もう分かんないんですよね。まあ、あのこんなこと言うのもなんですけど、今まで都市伝説扱ってきて、謎ですとか分かりませんとか嘘ですとか言ってきましたけど、はっきり言って全部嘘です。でも今回のことタイタニックすり替え説につきまして、はい、極太ダイナマイトコウスケ、今回これガチなんじゃないかなと私は思っていますけど、やっぱりコウスケとコウイチ、この二人の見解こそが、はい、極太ダイナマイト見解なんで、コウイチさん、極太ダイナマイトとしての意見、うん、みんなに聞かせてください。極太の見解をお聞かせいただきたいと思います。はい、まあちょっと保険金目当ての人為的な海難事故だったのではないかと。このタイタニック号すり替え説はですね、嘘です。てめえ何の時間だおい、いい加減しろおい、なんで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 順を追って説明します。まあまずですね、ああタイタニック号とオリンピック号が姉妹船で、まあ、同系統っていうのは間違いないです、うん、ただこの窓の数が足りないとか、うん、これはですね、写真の誤った解釈によるものなんですよ。誤った解釈、うん、本当窓が足りないのっていうのはありません。でどうやらですね、はい、その保険金のやつ事実かどうか分かりませんまあまずね、うん、なんでこれ全てですね都市伝説に過ぎないと。その相違点があるけど、うん、やっぱ比べれば分かるってことなんですか。窓が2個足りないとか、それを全部隠すのは無理ですと。隠そうとするのはちょっと厳しい。厳しい。まあイギリス海軍もバカじゃないんで、確かに調べるわけですよね。これは本当にタイタニック号なのかと。なるほど。つまり長々とやってきましたけど、はい、この説っていうのは、うん、いや嘘です。次回の都市伝説でお会いいたしましょうさようなら。ありがとうございました。未だに解決していない世界の未解決ミステリーをご紹介していきます。まず一つ目にご紹介するのがですね、はい、アルカトラズ刑務所脱獄事件です。はい、これはですね、アメリカのカリフォルニア州にあった小さな島の刑務所なんですよ。ああ、なるほど。アルカトラズ刑務所は1934年に設立された、当時としては最高水準のセキュリティ施設で、陸までの距離は 2.4 キロとかなり離れていました。周りを海に囲まれているその見た目から囚人島や監獄島とも呼ばれています。現在この刑務所は閉鎖され、一般観光客向けに公開されています。この刑務所では過去に14回脱獄の試みがなされましたが、誰一人として無事に脱獄できた者はいない、鉄壁の刑務所でした。脱走しようがねえだろと、島だから。そう、周り全部海で囲まれてるから、はいはいはい、脱獄不可能と言われている刑務所でした。ただですね、事件が起こってしまうと。面白そうですね。1962年4人の囚人がですね、脱獄を計画していました。はい、1人目がフランク・モリス、そしてジョン・アングリン、クラレンス・アングリンという兄弟、そして最後にアレン・ウエスト、まあ、この4人なんですけども、彼らは窃盗だったり強盗だったりでアルカトラズに入れられていました。うん、脱獄を計画したのがフランク・モリスという人間なんですけど、うん、この男は IQ が130を超える天才だったと。うんうん、彼が脱獄を計画しました。なるほどね。で彼ら4人は棒が隣同士になって、換気口が部屋にはあるんだけど、うん、そこをですね、スプーンだったりカミソリの刃だったり電動ドリルだったりを使って穴を開けていたと。うんうんうん、その間穴を開けてる時はやっぱ音が出るから、うん、1人の囚人がアコーディオンを演奏してその音をかき消していたと。なるほど。うん、その換気口を抜けると看守でさえも入らない部屋があって、うん、そこにですね、半年かけてレインコートを縫ってゴムボートを作ったの。ほうほうほう。もう海って分かってるから周り、はいはいはい、逃げ切るための作戦をちゃんと立ててたんですよ。うんうん、でですね、1962年6月の11日脱獄を決行します。はい、4人の男たちは石鹸、歯磨き粉、コンクリートの粉、トイレットペーパー、理髪店の床で拾った紙を使ってダミーの頭部を作り、タオルと衣類とともに毛布の下に重ねて自分たちが眠っているように見せかけました。実際に使用されたダミーの頭部の画像がこちらです。これは実際にフランク・モリスの独房から見つかったダミーの頭部です。翌日の朝、看守がベッドを押したところ、これが床に転がり落ちてきました。4人のうち、うん、アレン・ウエストという人物だけは換気口を体が抜けられなくて脱獄を諦めてます。はいはい。でフランク・モリスと兄弟、その3人で脱獄をしに行ったと。うん、実際にゴムボートを持って彼ら3人は島を出ました。はあ、脱獄成功。なるほど。でですね、うん、この事件、まあ最初にもご紹介した通り未解決なんですよ。うんうん、彼ら脱獄した3人はその後行方が分かっていません。成功したっていう感じなのかな。脱獄したし、うん、捕まってもいないっていう。なるほど。一個やっぱ懸念として、海でそのまま死んじゃったんじゃないかっていう、うんうん、ありそう思うと思うのよ。ただ一個衝撃的な目撃証言がありまして、はい、彼ら3人の姿をアルカトラズの近くの海岸でたくさんの人が見てる。なるほど。上陸してんだ。確実に陸には上がってる。やばでも逃げ切ってる。あーすげえな。すごい。
脱獄してんだ。プリズンブレイクしちゃってんだ。そういうこと。脱獄不可能と言われた島から逃げ切ったと。で、この後ですね、まだ話にはちょっと続きがありまして、はい、なんと FBI がいくら探しても見つけられなかったこの3人のうち、1人からですね、手紙が届くんですよ。私の名前はジョン・アグリン。1962年の6月、私は弟とフランク・モーリスと共にアルカトラズを脱獄した、その後弟は2005年に、フランクは2011年に死んだ。私は今癌を患っている。もし私の癌を治してくれるのであれば、1年だけ刑務所に戻ろうっていうのが FBI に届いたんですよ、これに関してはこの事件を知ってる誰かがいたずらで送った説もあるんですけど、この3人が逃げ切ってることは事実です。なるほど、はい、そんなドラマのようなことが起きてるんですね。そういうことだね。グジュクは実際に起きていて、もしかしたらまだどこかで生きているかもしれない。なるほど、海 2.4 キロだったらさ、若いやつなら大丈夫じゃない。 2.4 ってさ、超きついけど普通にね、根性ででも行けない距離じゃなさそうだよ。行けない距離じゃないな。で、多少ゴムボートで進めてただろうし、そう、ゴムボートも作ってたし、海岸で見つかってる、ゴムボート。あ、そっかそっか、逃げたのかね。逃げ切ってんで多分。あー、すげえな。本当になんかそんな優秀ならさ、別のことで頑張れよと思うけど。本当にそうだよな。で、頭いいのにさ、頭いいからこそ強盗とかでなんか楽して稼ごうと思ったんだろうな。やってらんねえわ労働ってなっちゃってるのかな。そうかもしれないね。続いてご紹介する未解決ミステリーがですね、夜タヌキ猫事件と書いてヒョウ事件と呼ばれているものです、これはですね、アジア最大の集団失踪事件です、1987年中国の陝西省のとある村でですね、前代未聞の事件が発生しました、一夜にして村人約1000人が全員いなくなっていたと。なるほど。これ画像もあるんですよ、まだその村が廃墟として残ってます。なるほど。その画像がこちらです、こんな感じ、まあ村っていうか町が、そのまま残されてるんで、ここで暮らしていた1000人の村人が忽然と消えたと。いなくなってしまいました。はあはあ。でですね、村人が消えただけではなかったと、そこにいた犬や猫などのペット、そして牛や豚などの家畜、全て消えていました。これはちょっと前に考察部屋でもやっているオエルベルデ村事件、そっくりですね。まあ、あれに関しては相当昔のことだったけど、これは1987年です。なるほど。だから証拠というか、その村も残っている、ああ奇妙ですね。これらが生まれる10年前にこの事件は起きているんです。なるほどな。結構35年前。35年前、最近っちゃ最近だ。最近でしょ。すげえな、こんななんか大胆な事件が起きてるんだよ。あ、ちなみにオエルベルデ村事件考察部屋のもうめちゃめちゃ面白くいい内容になってて、極太の考察部屋知らない人はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。でですね、現在ヒョウ事件がなぜ起きてしまったのかっていうのがですね、2つのパターンで考えられています。まず1つ目が宇宙人説です。連れ去った的なね、やっぱりですね、オエルベルデ村の時もそうだったんだけど、争った形跡が一つもないんですよ。荒らされてるわけでもなければ、結婚があるとかでもないと。だから村人は自らではないけれど抵抗したわけじゃないんですよね、いなくなったってことに対して。一瞬にして消えたっていう表現が正しい、家畜ごとね、すごいな、見境なくね、わけわかんねえな、でもう一つの説がですね、政府関与説です。まあでも中国なら本当にありえるというかね、やりかねない、要は何らかの原因があるから、ちょっとそこにいる村の皆さん引っ越してくださいっていうので全員がいなくなってしまったのではないかって思うんですね、宇宙人よりはこっちっぽいじゃん、どちらかっていうとね、ただですね、問題点が2個あるんですよ、まず1つ目が、そもそも中国共産党と政府はこの問題についての関与を否定しているっていう点、もう1つが、仮にどっかに引っ越させたんだとしたら、どこに行ったのっていう、元村人がいるわけじゃん、どこかで暮らしてるわけじゃん、何の情報もないのよ、1000人もいるはずなのにっていう。なるほど。っていうので何が正しいのか分かんなくて未解決ミステリーになってしまった。謎だね。どこに行ってしまったのか。1000人はね、消せないよ、消せないよ。何なんだろうな、多すぎるって。だって俺だったら言う、元村人でーすって。じゃあ消されてんだろうな、殺されてんの。全員臓器になってる。怖いな、言い方が。中国だもん、イカゲームみたいな。怖っ。中国ってそんな国なの。そんな国で、多分そんな国じゃねえだろ。ここまでじゃないと思いますけど。で、そ
その争った形跡がないっていうことは何か美味しい情報を言ったんですよ。ちょっと全員お願いしますって言って、うん、まあもう住民は全員臓器になって、なんでその言い方怖いな。家畜たちは消えたってことにさせるためにカモフラージュで全ての生物があたかも消えたかのようにさせるために、なるほどね。だから人間は臓器、家畜たちはそのまま食べ物。お前都市伝説 YouTuber じゃん。信じるか信じないかあなた次第です。うせえや。最後にご紹介するのはですね、はい、タラールです。タラール、はい、これはですね未解決事件というか未解決の人物って感じだね。タラールってのは人の名前です、うん、まあ、男の人なんですけども、はいはい、どういう人物かと言いますと、1772年にフランスのリヨンという町で生まれました、うん、このタラールという人物はですね、ある特異体質を持っていたと、はい、それが大食いです。ほうほう。なんと彼はですね15人分の食事を平らげてもまだ空腹というバゲ者みたいな人物でした。もう少ないけどね。うるせえなそんなわけねえだろ。もう30人前ぐらい。いい加減にしろ。 1.5 人前がよ。黙ってろやするよってことで、はい、彼はもうめちゃくちゃ異常な食欲を持っていて、さすがに食いすぎてるよお前ってなって、そうだよね、10代で家を追い出されてしまいます、うん、彼はですね、はい、その異常な大食いを利用して大道芸人になりました。まあ、なれるよね。15人前の食べ物を食えるんですよ。15人前の食べ物も食えるし、何でも食うの。何でも食う。そう、大道芸でやってたのがコルク、石、生きた動物、リンゴ丸飲みみたいな大道芸をやっていたの。まあ、生きた動物とかはまああれだけど、うん、石、コルクはヤバそうだね。やばそう。体に大変な負荷が。それでもやっぱピンピンしてて、あ、すごいな。うん、丈夫なんだろうな。化け物なんですよ、うん、タラールはその後フランス軍に徴兵されまして、まあ軍の兵士として戦っていたんだけど、そんな男が配給食で足りるわけがない、うん、まあ他のやつのねなんかお手伝いとかしていっぱいご飯もらってたけど全く足りず、体調を崩しまして食わなさすぎで、うん、はいはい、病院に運ばれるんですよ、うん、ちょっとね大食いっていうのが、まあ、大食いというか異常食欲みたいなのがちょっとその当時国内で有名になって、はい、入院したはずの病院で検査みたいなこいつのおかしすぎるってなっていろんな検査がされたんですよ、うんうん、でタラールは検査の結果、うん、こいつやっぱただの食欲お化けだっていう風になって、うん、スパイとして雇われるんですよね、うん、どういうことかっていうと機密文書が入った木箱をタラールに食わせる。丸飲みできるからもう。あーすげーな。お腹の中に入れて移動して運ぶっていう役割を与えられたのね。それ結局うんちとして排泄して出すっていうわけだけどさ、木箱をさうんちから出すってさ、木箱よ、木箱よ、おかしいんだから。すごいね、うん、ドイツに派遣されるの、うん、でもタラールね全くドイツ語喋れないからすぐスパイだってバレるのそれはもうフランス軍バカやん。そうフランス軍がバカなのは、はいはい、でやっぱうんちで木箱出てきて、うん、機密文書じゃねえかってなるんだけど、それ別に機密文書でも何でもないただの伝言だったのね。ほうだからギリ許されてフランスに帰れるのね。そうだね。だってスパイじゃないみたいにお前そうそう何なんだお前木箱食って伝言出てきた変態じゃないかと。そう、はいはい、で、まあ、フランスに帰されまして、うん、その後ですね、うん、もう一回病院に戻るんですよ、うん、やっぱ体調が悪くなっちゃうから食べれなさすぎて、うん、でこの病院で衝撃的な事件が起きてしまうんですね、うん、病院にいた4歳の子供がいなくなってしまったと。怖っ。カニバリズム。おそらくタラールが食べたんじゃないかっていうので、これは真偽は分かんないよね。でも跡形もないから多分そうなんじゃないかっていうので病院を追い出されまして彼は死んでしまうんですよ。そんなことある。これ全て実話だと。このタラールが死んだ後解剖されたんです。そしたらめちゃくちゃ太い食道、腸、そして、うん、でかすぎる人間のものとは思えない胃が出てきて、なんでってなってこの未解決ミステリーは終わりです。ガチで食って可能性が出てくる。ああそう、うわかわいそうだね。だからちょっとそうだねただただ人よりご飯が食べれる人だったんだけど、そうただただちょっと臓器が大きめの大飯ぐらい。どうだったんだろうねそれは。大食いだからって、うん、人食うんかね。だからでも空腹を満たすために。いやー怖っ。どうなんすかね。まあでも木箱食う男だからね。ああまあ人ぐらい4歳ぐらいな。4歳ぐらいペロリ木箱ポテチみたいにいや怖い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 。すげえな、はい、そんな人間もこの世にはいると。なるほど。僕ルートダイナマイトってことでしょ。未だに解決できていない未解決ミステリーでした。まあもう本当に現実は小説よりきなりということ。いやーマジでな。
嘘だろって思うような稀有な事例っていうのはあるってことだよな。そうだね。常識じゃ考えられないからありえないってなってるんだけど、それはもう常識の枠を出てるから。意外と未解決って言われているものはタラールが子供を食べちゃったみたいなぐらいシンプルな答えなのかもね。なるほど、シンプル事実、シンプル事実が存在するんだけど、いや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 考えられないっていうことが起きてるのかもしれないね。確かに実際にだってここに50人前食う男がいますから。50人前食わないし包茎だしね。いや、ズル向けですよ。まあ、高一のことはさておき、殺すからな、とでな。この謎3選、極太の見解をお聞かせいただきたいと思います。はい、データ都市伝説 YouTuber としてこれら全てに見解を出そうと思います。はい。脱獄者たちは海で死んでいますし、失踪はデマ、タラールは子供を食べていません。何の時間だよ。じゃあこれは無駄ですね。編集はマジで。この長編何の意味もありませんでした。以上、極太ありがとうございました。ありがとうございました。謎の人類ホモナレディご紹介していきます。いいよ。2013年洞窟探検家のリック・ハンターさんとスティーブン・タッカーという方がですね、南アフリカにあるライジングスターという名前の洞窟で骨を発見しました。はい。彼らはただの洞窟探検家なんで、うん、その骨見つけたよって言って専門家に渡すんですよ、うん、それが個人類学者リー・バーガーという方ですね、うん、このリー・バーガーさんはそのね、名前のかっこいいライジングスターの洞窟に1個見つかったから、うん、もっと出てくる可能性あるぞってなって、うんうんうん、そこを調査することにしたんですよ。はい。これがですね、すべての始まり、たまたま骨を見つけたところから始まるんですね。もう物語は始まっていくと、はい、ライジングスター洞窟っていうのが調べてみたら、うん、だいぶ奥深くまで続いてて、はいはい、そのね、一番奥のところに行くまでに、うん、めちゃくちゃね、狭い通路がね、2個あったのね、うん、だからそれを通れる人じゃないといけないってことで、うん、世界中で公募しました。古生物に詳しくて閉所恐怖症がなくて比較的小柄な人、はい、募集して6人の女性探検家が集まったと。お、彼らがライジングスター洞窟に入り、うん、調査したところですね、15体分の個人類の骨を発見しました。はい。これ調査してみるとですね、うん、今まで人類学の中で、うん、発見されたことない人類だったんですよ、うん、それでホモナレディという風に名前をつけてちょっと分類を一つ増やしたんですよね。はい。調査していくと、うん、まず身長が小さかったんですよ。小柄な人しか入れないような洞窟の奥深くにあったから、うん、そもそもそこに行けたホモナレディたちもちっちゃい、うん、平均身長が約143センチ、うん、脳みそもちっちゃかったです。ほう。だから俺たちホモサピエンスとかと比べると、うん、かなり小さかった、うん、けどアウストラルピテクスっていう脳みそがちっちゃいエンジンの人たちがいるんだけど、うん、彼らとはちょっと違ったんですよ、うんうんうん、脳みそによって頭蓋骨の形が変わるんだけど、うん、その頭蓋骨の形から見てどちらかっていうと脳の大きさはちっちゃいんだけど、うん、脳の形は今の人類に近いものがあるっていうのが分かったのね。はー。じゃあ小さい割に精密だったんだよ。そう。なるほど。ギュッとしてたというか、うん、シワはね、俺たちに近かったっていう風に推定されてる。なるほどなるほど。歯の形もどちらかというと現代の人類に近い。なるほど。ただ手の形とかはそのアウストラロピテクスとかに近い。なるほど。たるみが強いんだね。そう、木登ってたような手の骨だったんだって。なるほど。だからどっちとも言えなくて、うんうん、アイノコみたいな、うん、中間の存在っぽいんですよね。なるほどなるほど、はい、生きていた時期がちょっと難しくて判断するのが、うん、最初にこれを調査しようとした博士は身長の小ささと脳の大きさから見て200万年前ぐらいに生きてたんじゃないかっていうふうに推定したんだけど、うん、ホモナレディが埋まっていたこの洞窟の断層から見るとですね、33万年から23万年前だっていうふうに推定されてるんですよ。なるほど。ホモサピエンスっていうのは30万年前に出現してるんですよね、うん、だからおそらく同時期を生きていた人類だっていうふうに考えられてる、ね、なるほど。これが2017年の調査で判明しました。あ、じゃあもしかしたら、まあ、種として優秀だったホモサピエンスが生き残ってナレディは淘汰されてしまったって可能性もあるのか。大いにありますね。あ、こっ
っからが、うん、そのねタイトルの謎の人類っていうところに入っていくんですけども、はい、もしかしたら彼らホモナレディがこの今地球にいたかもしれないみたいな話したじゃん、うん、彼らの方がホモサピエンスよりも優秀であった可能性が出てきてるんですよ。これなんでかっていうと、はい、なんでそもそもこのホモナレディは、うん、このライジングスター洞窟の奥深くに15体の骨があったのかっていうところをこの人類学者たちが目つけたんですよ、ね、はいはい、まず1個目の説が水で流された説、うん、洪水が起きて単純にその骨遺体が奥深くまで行っちゃったんですよ、うん、なるほどなるほど。これは否定されてるんですよ、うん、これなんでかっていうと、うん、まず水が流れた形跡がなかった、なるほど、っていうのと、もし本当に洪水で水が流れてるんだったらホモナレディ以外の骨があるじゃん、他の動物とか、なるほどなるほど、ただホモナレディしかなかった。もう一個の説がですね、うん、例えばその結構ちっちゃめの人間なんで動物が運ん でそこで食べられた説があるんですけど、うん、骨に髪跡とかがあったわけではない、なるほどね、っていうのから見てそれも間違い、うん、もう一つがですね、洞窟に自然落下しちゃった説、落ちていっちゃったって説なんだけど、うん、ライジングスター洞窟っていうのは垂直ではないし、うん、垂直だった過去もおそらくない、なるほど、から落ちたのも間違いっていうのでいろいろ考えていた結果、多分ホモナレディは埋葬していたんじゃないかと。でさっき言ったように仮にホモナリディが埋葬文化があったんだとしたら、うん、33万年前から23万年前にすでに埋葬をしていたことになる、うん、現代のホモサピエンスが初めて埋葬を行った跡があるのは7万8300年前なんですよ。だからだいぶ時がホモサピエンスが誕生して死者を尊ぶカルチャーになったのはそこだと、うん、そういうことだね。動物でも家族とかの死を悼む悲しむ動物っていうのは結構いるのね、うん、例えばゾウとかも子供が死んだ時とかは墓を作るってまでいかないんだけど、ちょっとね土をかけてあげたりとか、うん、水をかけてあげたりするようなところが観察されてて、うん、そういうね気持ちみたいな部分は持ってる動物は多いんですけど、はい、墓を作るっていうのは人類だけなんですよね。なるほどね。そうで、それが今まではホモサピエンスだけだというふうに考えられてたんだけど、うん、今回ちょっとホモナレディが出てきちゃって人類だけじゃなかったし、人類よりも前にホモナレディがすでに埋葬文化を行っていた可能性があるというのをちょっと発表されたんですよ。なるほど。それ以外に洞窟の奥にいた理由が見つかってないから、うーん、だから彼らは埋葬文化があったし、うん、まあ、埋葬文化があるっていうことは死後の世界を想像する能力があったっていうことにつながってくるので、相当優秀な人類だった可能性があるんですよ。なるほど。そう、これちょっとまだ難しくて、うん、その人類の系譜の中で、うん、ホモナリディをどこに置くのかっていう、はあはあ、と結構そのまだ決まってないんだよね。だからもしかしたら俺たちの祖先だったかもしれないし、その俺たちの祖先からその一番最初にコウスケ言ったように分岐して、うん、ホモサピエンスとホモナレディになってだっていう可能性もあるし、うん、ちょっとまだまだこれから分かんないっていう話にはなってくるんだけど、ね、なるほどね。サンプルが15体しかないっていうのも難しいところではあるんだけどね、うん、はい、そのホモナレディが発掘されたのって、うん、その洞窟だけなのかな、だけ、うん、南アフリカのライジングスター洞窟だけですね今のところ。もしかしたらアストラロピテクスだねみたいな、別に分類されちゃってる可能性もあるけどね、うん、なるほどね、うん、どうなんだろうねっていう、その埋葬文化っていうのはなんて分かるけど、うん、そのじゃあなんで仮にホモナレディだっていうね種だとしたら、逆に各地で見つかってもいいんじゃないかなとは思うよね。確かにね、うん、そこが謎かな。旅をする種じゃなかったのかもしれないな。そうかもな。アウストラロピテクスかホモサピエンスだろうって定義してたのが実はホモナレディなんじゃないっていうのもあるのかもな、うん、可能性はあるよね、うん、まあちょっとまだまだこれから分かんないんですけど、うん、はい、死後の世界を想像していたのは人類だけじゃなかったのかもしれないっていう、なるほど、話ですね。僕ぶとダイナマイトってことで以上、謎の人類ホモナレディでした。うん、ホモナレディは本当に人類の祖先とか、まあ、何らかの系譜であるっていうことが分かったら、うん、またこの人類がなぜ急にこう爆誕したのか、うんうんうん、っていうことにも近づいていくんじゃないかなと。そうだね。ホモナレディがもし人類の祖先だったり、うん、その分岐してきたみたいな話が正しいとしたら、人類があまりにも頭良すぎるみたいなのが、うん、なんか今までは神だったり、うん、他の惑星みたいな風に説明されてきた部分があったけど、うんうん、まあ、それももしかしたら否定されるかもしれないね、科学的に、うんうんうん、何はともあれ不思議な話でしたね、うん、そうだね、うん、まあそのホモナレディやってきましたけれど、はい、果たして本当にその洞窟で埋葬をしていたのでしょうか。国分、うん、の見解をお聞かせいただきたいと思います。はい、まあ、一つだけ、いや二
2つほど分かっていることがあると思います。はい、それはですね、はい、ホモナリディは洞窟で死んだザゴです。あんま雑魚とかそういう表現は良くないかな。まあやっぱりあと今やね、結局地球に立っているのは私たちホモサピエンスなんで、うん、うん、彼らはしょうもないカスだったってことですよね、結果としてね。お前みたいな浅はかな人間が、うん、その人類の歴史とかを壊すし進歩を遅らせてるんだと以上、極太ダイナマイトでした。言い過ぎだって。ありがとうございました。アメリカで発見された底なしの穴、メルの穴、ご紹介していきます。よ、アメリカワシントン州エレンズバーグという場所にですね、はい、メルウォーターズという老人が住んでいました。あ、メルの穴っていうのはこの人の穴っていう意味なんだね。そう、お尻ではないです。あ、言ってませんか。あ、言って、はい、この人の所有するね。そうそう、あ、俺の今言い方が悪い、ちょっと言い方が、はい、気をつけてください。でですねこの人の持ってた敷地に大きな穴が開いてたんですよ、はい、大きなって言っても直径で言うと 2,3 メートルぐらいの穴だったんだけど、うん、引っ越してくる前からその敷地内には穴が開いてたのね、はいはいはい、で、まあ元々井戸かなんかで使ってたんでしょってメルさんは勝手に思ってたんだけど、うん、メルさん自身はその井戸なんていらないからゴミ捨て場として使ってたんですよ。あー、もう深い穴だから、うん、もう何でもかでも入れちゃってた。不法投棄してたと。まあそういうこと、まあ、自分の土地、はい、あ、まあそう、そうか、不法投棄でもない。まあその電化製品とか普段出てる日常生活のゴミとか忘れてたんだけど、うん、ある日ね、一つのことに気づくんですよ。ゴミ捨ててるけど音がしないなと。ああ、はいはいはい、相当深いなそれ。そう、ドーンって音が聞こえてこない、はいはい、ってことに気づいて、これどれぐらいまで深いんだろうってメルさんはね、調査することにしました。あ、気になるね。釣り糸に重りをつけて垂らしてったんですよ、うん、最初この 1.5km の釣り糸を垂らしたんだけど、うん、まあピーンって張ったままその釣り糸をどんどん補強してってどんどん長くしてったんだけど、はいはいはい、最終的に 24km まで到達しました。すごいな、24キロ。はい、それでもまだ釣り糸はピーンってしてるから、はあはあ、まだ届いてないっていう話を1997年2月にアメリカのラジオ番組コースト・トゥ・コースト AM っていう番組があるんだけど、うん、ここで話したんですよ、このメルウォーターさんが。なるほど。私の家には穴がありますと、はいはいはい、でどれくらい深いのかも分かりません話をした。これはマジなの、はいはい、ラジオ番組で話した翌朝衝撃的なことが起こるんですよ、はい、メルさんが家へ帰りました。したら自分の土地にアメリカ軍がいたんですよね、うん、2,30 人いて、うん、何が起きたんだろうって思ってたら、この先で飛行機の墜落事故が起きたと、はいはいはい、だから一時的に今立ち入りを禁止してるんですっていう風に言われて、家に帰ることはできなかったんですよね、はい、どうしてもこうね、穴を確かめたくて行こうとしたんだけど、うん、このメルはもう入れなくて、はい、アメリカ軍からもし入ったらあなたに何が起こるか分かりませんっていう風に言われたのよ。うん、軍の側がメルにこう提案してきたのね、うん、あなたが持っている土地を4億5000万円で買い取らせてくださいって。急に怖っもう半端じゃない額だね、4億5000万。そうそう、やばいじゃん、うん、でちょっとメルも怪しいというか、うん、そういう気持ちになったんだけど、さすがに高額だから、うん、売っちゃうのよ。まあまあ売るでしょうね、まあ、このメルはその後オーストラリアに引っ越すんですよね、はいはい、アメリカ軍からの提案は土地をもらうと、もう二度とアメリカには戻ってこないでくれっていう話だったんだけど、はいはいはい、メルは戻ってきたんですよ、アメリカに、うん、オーストラリアから、はい、でラジオで何があったのか一連のことを全部話そうとしたんだよ。そのラジオに出演する日にこの番組のスタジオにメルが来なかったのね、うん、これなんでかっていうとちょっとやばいんだけど、メルがバスに乗って向かってたんだけど、うん、急にバスが止められて、うん、軍の人間が入ってきて、もうそっからの記憶がないの、うん、で気づいたら路地に捨てられて、パスポートとか財布とかもう全部なくて、はい、駐車痕だけあったっていうもうだからメディアで話をさせないように仕向けられてるわけよ。なるほど。っていう話を結局ラジオ番組にその後出演して全部話したんですよ。そういうことがあったよっていうね、うん、軍に売りましたと、うん、駐車痕まで、駐車痕まで、はいはいはい、当時はまだ Google マップがなくて、テラサーバーっていう別の地図アプリみたいなのがあったのね、はいはいはい、航空写真をつなげてるやつなんだけど、うん、それでメルが住んでた家の場所を視聴者たちが見たんですよ、はいはいはい、そしたらそこだけ黒く塗りつぶされちゃってて、もう見せないようにさせられた、はいはいはい、一体何だったのか、うん、分かんないってことになっちゃったんですね、はいはいはい、ラジオを聞いてた視聴者が同じような穴が僕の住んで
ているところにもありますと。ほうほう。それはバスク地方だったんだけど、うん、メルはねどんな感じなのか見に行ったんですよ、うん、そしたら本当に同じような感じで 2,3 メートルの穴が開いてたの。深さもどれぐらいかわからないぐらい、もうかなり深いと、うん、その穴はその土地で神格化されてるというか、うん、信仰の対象の穴なんだよ、はいはいはい、まあ、かなり深いしっていうのもあると思うんだけど、うん、このメルの穴はただゴミ捨ててただけだったんだけど、うん、このバスク地方にあった同じような穴は様子が違くて、はい、中に物を入れて引き上げると性質が変わっちゃうっていう。へー。意味わかんないんだけど、うん、例えばバケツいっぱい入った氷をその穴に入れて引き上げると、その氷に火つけたら燃えるっていう可燃性物質になってるのね。ちょ、急にキラ臭くなってきた何がですか。氷は燃えないんですよ。燃えたと。あ、はいはい、そう、一旦信じて、まあ一旦、うん、次の話聞いたら、うん、コウスケも信じちゃうという。なるほどな。ちょっとだいぶ信憑性が高い話もあって、はい、ここの穴に生きているヤギを入れたんですよ、うん、そしたらメーって鳴いてて、うん、とあるところで悲鳴というか断末魔みたいなのが聞こえて、うん、そのヤギを引き上げたらドロッと溶けた謎の動物に変わっていたと。なんで信じると思った。はい。何がヤギは溶けて別の動物にはならないですよ。何かになっちゃったんだよね。まあまあまあ、で、まあ、続けましょう。で、うん、こっからがびっくりなんだけど、はい、この穴に伝説が残ってると、はい、その土地では、うん、亡くなった犬をその穴に入れて引き上げると生き返ってると、うん、あの死んだ生き物は生き返りません、はい、ここ以外はね。ここだけはだから別ってことだよね。ああ、なるほど、うん、そうここだけ唯一、ここだけ、なるほど、っていう話を一連の流れこう、うん、ラジオとかで話してて、うん、結局メルは強行突破して、うん、自分が住んでた土地の穴をもう一回見に行ったんですよ、うん、そしたらもうその穴はどこにあるかも分かんないような感じで塞がれちゃってて、うん、なくなっちゃってたんだね。穴がなかった。そうだ、もう多分軍が封鎖してるわけですよ。なるほど。何も起きないように。なるほど。ラジオを聞いていた先住民の血縁関係にある方が、うん、伝承を聞いたことがあると、はいはい、っていう話をしてて、うん、地球には、うん、いくつかそういう別の世界とつながっている穴があると、うん、おそらくそれが今回メルの家にあった穴なんじゃないかなっていうことで、うん、今回ちょっと解決したんですよね。別の次元へつなぐ穴だったと。そういうこと。そういう穴もだからこの世界にはあるってことなんですよね。なるほど。はい。僕ずっとダイナマイト。ってことで以上、メルの穴でした。いやー、そうね。途中まではって感じなんですけどね。はい。途中まではというか、まあ、全部です。まあ、なるほど、うん。いや、これはすごい興味深い穴でしたね。そうだよね。まあ、ちょ、喧嘩いきますか。やだな。やだなって。やだなってなんですか。喧嘩いかなきゃダメ。いや、ダメです。ちょっと白黒つけましょうって。そうか。さんざんやってきましたが、はい、メルの穴、これは一体何だったのでしょうか。極太の見解をお聞かせいただきたいと思います。はい。まあ、アメリカで発見されて、まあ、他の地方にもあった別の世界へ繋がっている穴。これはですね、嘘に決まってんだろ。てめえ何の時間だよ。いや、だから、いや、メルの穴だったら、うん、正直めっちゃ面白いじゃん。メルの穴までだったら、うん、もうどっかわかんないけど、めっちゃ深い。めっちゃ面白い。っていう、アメリカ政府が売ったと。うん。めちゃめちゃ面白い。そうだな。ただ、そっくりの穴がある。ヤギが溶けるだの、氷が燃えるだのって言っちゃったらもうさ、うん、それはもう作り話になっちゃうじゃん。嘘つきジジイの話ってことになるよね。嘘つきジジイと2人の嘘つき YouTuber の話。以上、極太とダイナマイトでした。ありがとうございました。1000人以上の村人が消えた安岐国子事件ご紹介していきます。ということでですね、今回ご紹介する安岐国子事件はですね、はい、カナダのバリク地方にある湖、安岐国子という場所で起こりました。はい。こういう湖。ああ、綺麗なね、のどかな感じがしますけど。うん。ただの湖なんですけども、はい、1930年、ジョー・ラベルというですね、毛皮漁師の方がいまして、はい、その人は時折この安岐国子にあるイヌイットの村によく訪れてて、はいはいはい、毛皮を売ってたのよ、うんうん、パーンと取って取れたらハイでまたぎだね。もうまさに、うん、で結構この村は歓迎してくれてて、うんうん、あ、また来てくれたよみたいな、
はいはい、ありがとうっつって、はいはい、やっぱ寒いところだし、あったかい毛皮っていうのは重宝されてて、まあ、1930年のある日、このジョーラベルはですね、はいはい、まあ、ちょっとまた取れたし、そろそろアンギクニコのあの村行くかって、はいはいはい、訪れたんですよ、うん、そしたらですね、なんと、はい、村人が一人もいませんでした。村人のこう規模的な何人ぐらいの集落、ね、ジョーラベルはただのマタギなんで、はい、はっきりしたことは把握してなかったんだけど、はい、1200人から2500人規模、めっちゃ多いじゃん。めっちゃ多いよ。だから小学校の大きい体育館とか2杯分ぐらい人。あ、そうかそうか、そう思うとめっちゃ多いよね。ちゃんとした村って感じだね。めちゃくちゃしっかりしてる。1930年なんで、もう言うて100年前だしね。そう、文化的には全然あり得る話だし、はいはいはい、一人もいなかったと。はあ、どこ探してもいなくて、家の中だったり入ってるんだけど、うん、一人もいなくて消えてたんですよね、うんうん、ちょっと、うん、このジョーラベルは本当に人いないのかって、うんうんうん、って言って探したんだけど、はいはい、不可解な点がいくつも残されてたんですよ。ほう、まずですね、食料や私物が全て残っていたと。出た。もちろん財布とかそういう金関係のものも全部残っている。何なんだよそれ。焚き火が行われてて、うん、火焚いてて、うん、その上でこうなんか物を焼いたりとかしてるじゃん、はい、うん、食べ物がまだぶら下がってる状態だった。じゃあもう、まあそれが日にちは分からんけど、数日前まではいた形跡があるってことは少なくと。そういうことだね。突然消えてるわけですよね、うん、まだその完成してないアザラシの皮を修理してるような場面っていうか、うん、だから分かりやすく、そうだね、ミシンでこう服を作ってる途中のところで止まってる台があったりとか、はいはい、っていう状況で争った形跡は一切ないと。なるほど。ただ村人は全員いなかった。一人もいなくなっていた。奇妙ですね。ね、突然だから、はい、1200から2500人規模の村人がいなくなってしまったと。すごい悲惨な状況が一個だけあって、ほう、まあ、これが特に本当に急に人がいなくなったんだなっていうのを表しているところなんだけど、うん、犬が一匹残らず餓死してたのね。あ、餌もらえないから。ますます変じゃない。そう、だって食べ物はそのまんまなんでしょ。そうけど犬は餓死してんでしょ、うん、あ、多分つながれてんのはもうリーダー。ああ、なるほど、そういう意味でね。そうそう、うん、餌を与えられてない。なるほど、分かれよ。すいません。現代的価値観でね、犬って部屋の中にいるの思っちゃいました。そう、そういえば犬は外でしたね。そうですっていうのもあって、うん、このジョーラベルはですね、大変だと、とんでもないことが起きてるぞってなって、うん、ノースウェスト騎馬警察っていう、はい、カナダの警察のところに報告しに行ったんですよ、うん、はいはい、警察もマジかよってなって、うん、総出動。ただ一人も発見できなかったと。じゃあもう終わり。それで終わりです。やばっ。誰も見つかりませんでした。もう突然と消えたんだ。消えた。不明です。警察は一応ちゃんとした捜査を行うんだけど、アンギクニコのこの村ではおそらく約8週間前に人々は行方不明になってると、うん、はあはあはあ、いなくなってから2ヶ月経っているっていうのは分かった。2ヶ月で何なのその食べ物は。寒いしな。あ、腐りにくいのかもしれない。なるほどな。特にあの11月っていう冬の時期でもある。なるほど、その可能性もある。まあカナダ寒いしな。そうそう。この事件の一番の意味わかんないポイントなんですけども、はい、これ本当に今からめちゃくちゃ意味わかんないこと言います、はい、その村には墓地があるんだけど、うん、その規模の人数なんで、はいはいはい、その墓地の全ての墓が開けられて、うん、中が空になっていたと。気持ち悪い。でこれが墓石がずらすじゃん、うん、でそこの下に骨とかが置いてあるでしょ、はいはいはい、ずらされてるのね、ちゃんと、はいはい、綺麗にずらされてるの、うん、だから動物が犯人っていうことはありえないっていうのも分かってる。だから明らかな人為的、うん、まあもちろんね、血痕が見つかってるとかそういうのもないから。じゃあなんだって。ちょっと大移動してる可能性あるよな。まあその可能性もあるね。なんで大移動したのか分かんないけど、うん、犬を置いてね。確かに。金も置いてね。何それ。で先祖の骨は持っていこうって思ったの。さすがになのかな。どういうこと。意味わかんないでしょ。死んだ骨より生きてる犬の方が大事、うん、大事そういう価値観だったのかなっていうのが、まあ、1930年の11月に起きたと。いや意味わかんねえな。うん。でですね、はい、意味のわかんないことがたくさん起きているこのアンギクニコ事件なんですけども、全くわかんないな。私調査いたしました。さらに、はい、ちょっと独自にですね、はい、これの真相がどうなっているのか。あー気になるね。だってもう意味わかんないもん。
ちょっと大きすぎてるから、うん、気になりすぎて調査しちゃいました、はい、まずですね、うん、1930年11月27日、アメリカのジャーナリストエメット・ケレハーという方がですね、はい、そのアメリカの雑誌でこれを発表してるんですよ。うん、その雑誌の内容によるとですね、うん、このジョー・ラベルという漁師マタギ実在してます、はい、で彼は本当に失踪している現場に鉢合わせています。ああ、もうじゃあもう事実としてそういう記事が出てる、はい、出てる、もう本当に。ただ6個のテントが張られているキャンプを発見して25人の人々が失踪したというふうに記載されているんですよ。うん、はい、え、うん、え、はい、1200人から2000、はいはいは、はい、え、ちょっと待ってください、はい、最初に落ち着く落ち着く、はい、一回落ち着いてくれ、はい、ジョー・ラベルは25人の人々が失踪したことを伝えて、それがアメリカの記事で発表されました。うんうん、はなんだこれは。お前がいてなるほど盛られてたのね。はい、これが真相なんだ何の時間だよってことだな。そういうことです。いなかった、千人も、千人もいなかったんだ。千人もいなかったし、ああ、墓地も空じゃなかった。墓地も空じゃなかった。25人しかないからそうだな、千人だから異様だってことになってる。墓地すらない可能性もある。もうやってるだこれ。いや、だからこれさ、海外でもそうなんだね。そういうことだね。さらにちょっと怖い調査が続くんですけども、25人でした、まず、うん、まずね、大幅なダウン、めちゃくちゃ怖いですよ、はい、ノースウエスト騎馬警察、それは昔の名前で今 RCMP っていう名前のカナダの警察はですね、うん、この事件は完全に都市伝説ですと、1930年にそのような事件が起きたということは認識していないと。ふざけんなよマジで、マジで都市伝説じゃん。どっから出てきたんだよマジ、どっから出てきたなんでこれ有名になってんだよということになりまして、ああ、でアメリカの作家ブライアン・ダニングという男性はですね、ああ、確かに1930年にこの記事は発表されている、これ間違いない、記事はあると、うん、ただこの事件が起きたどうかは定かではないというふうにコメントを。じゃあもう記事自体がね、うん、記事が出てるのは本当だけど、そう、事件が起きたかどうかはわからない。やっってんな全員。どっちなんですかこれは。黒だよえ、やってんなこれ。そうなの、なんならお前もやってんな。あ、俺も。あ、まあでも調査して解明だからか。そうなんですよ、僕のおかげでこれが嘘だってことはみんな分かったじゃないですかでもみんな知らないからカナダの有名な都市伝説だからこれなるほど、はい、まあでもまあまあまあ、だから、まあ、これでな、都市伝説世界共通でこういったことある、はい、そして世界共通で、大体ガセだと。そういうことだね。これで、まあ一つ、極太が解明したな。本当にそう。うん。極太ダイナマイトによって解明されました。うん、嘘だと。そういうことです。許さないと。間違いだ。うん、ありえないだろうと。ああ、勝手に犬殺してんじゃねえぞと。そりゃそうだわ。極太ダイナマイト。ってことで一緒。1000人以上が失踪した村、アンギクニコ事件でした。はい、まあ、この世にはびこる都市伝説は、まあ、極太が解決しますということで。かっこいい、そんなに、はい、日本の都市伝説もう一回だからちゃんとやんないと、調査し直し、し直しありますよこれ。でもちょっと日本都市伝説はもう全部嘘なるほどね、うん、いやでもそれを言うならよ、海外は怪しいよ、怪しい。まあまあまあ、今回新たな試みだったということで、でやっぱ前半ね、ちゃんと見てくれた方は分かったと思うんだけど、うん、割と日本よりよくできてるでしょ。できてる、うん、犬鳴きトンネルはだってさ、ただのトンネルなんだからさ、犬鳴き村なんてねえし、も元あった、そうそう、元ね、だけどそんなその違い方形の村はなんかそのねえよ、その元あった村もただダムに沈んでるしもうっていうまあまあそうですね、うん、やっぱ分かりやすいんで。そうだね、これはちょっと一瞬なんかおって、おってなりまして、まあ記事にはなってたし。そうなのよ、許しませんからね記事とかね、そう、盛らないでください皆さん、本当にな。そしてこういった虚偽のね、フェイクニュースに皆さん、はい、騙されないように。その通りです、はい、以上、極太とダイナマイトでした。ありがとうございました。未だに解明されていない世界の未解決ミステリーご紹介していきます。よっ、
まず初めにご紹介するのがですね、はい、ジェボーダンの獣です。ジェボーダンの獣、全く聞いたことないと思うんですけども、はい、ジェボーダンっていうのはフランスの地方なんですよ。今はそこはロゼールっていう風に名前が変わってるんですけど、うん、18世紀頃まではそのジェボーダンっていう名前だったんですよね、はいはいはい、でこの18世紀のこのフランスのジェボーダンでですね、うん、とある獣が確認されてまして、はいはい、目撃証言の多さとか事件の数から見てもいたことは間違いない。なるほど。どういう話かっていうとですね、1764年6月1日このジェボーダンにあるランゴーニュ地方から来た女性がですね、木の隙間から狼のような動物が現れたと。ほう。で狼のような動物がこう自分の方に向かってきたんだけど、ちょうどそこに牛がいて、牛が追い払ってくれたんだって。はいはいはい、はい、っていうのがこう最初の目撃証言。なるほど。でその後、1764年6月30日、ここで初めての犠牲者が出てしまうんですよ。はあ。14歳の少女ジャンヌ・ブルという少女がですね、ジェボーダンにあるレ・ウバックっていう村があって、この村の近くで行方不明になっちゃうんですよね、はいはい、その後次の日に内臓を食われた遺体となって発見されるんですよ、はあはあ、この子が初めての犠牲者なんだよね、1765年1月12日ジャック・ポルトフェっていう方が友人6人を連れて獣を退治しようと、害獣なんでもそうだね、被害が出てるわけですよ、とある獣を追い払ったんですよ、はいはい、ただ被害は出続けてたんですよね。そいつじゃなかった、違うやつだった、はあはあ、1765年9月20日、狩人だったフランソワ・アントワーヌっていう男性がいたんですけども、この人がブラッドハウンドっていう犬、結構強い犬、連れて狼狩りに出たんですよ、その時に体長 1.7m 体重 60kg の灰色の狼を仕留めました、はい、結構だいぶでかいやつだったから、はい、おそらくこいつがこのジェボーダンの獣で間違いないだろう。なるほど。その狼が剥製にされて、うん、アントワーヌはよくやってくれたと、はい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 、その報奨金金まで受け取ったんですよ、はい、ただですね、1765年12月2日に獣は再び現れました、こいつが2人の子供に瀕死の重傷を負わせて、はい、この日だけで12人の死者を出したと。すんごい獣だねやばい、うん、とんでもない化け物がいたのよ。それ本当に狼なのっていう、そういうことになっちゃう、1767年6月19日地元の漁師だったジャン・シャストルっていう男性が獣を殺しました。獣殺した、はい。でここでジェボーダンの獣の襲撃は止んでるのね。あ、じゃあもうこいつだったんだ。そうだったんだけど、はい、こいつが仕留めましたっていう話はちょっと懐疑的な話があって、はい、っていうのもなんかこのシャストルっていうのは信仰が深い人で、森で聖書を読んで祈りを捧げていたと、その時に獣が現れた、でも獣は祈り終わるまで待っていたと、祈り終わった後に銃で撃って仕留めたっていう話をしてるのね。まあ、なわけないだろうっていうことね。この話どうなのっていうこともあって、はい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 、果たして彼が仕留めたのがジェボーダンの獣だったのかっていうのは不明のままっていう話なんですけど、はいはいはい、記録されているデータを見ると、人間が襲撃された回数が198回、死者は88人、負傷者は36人っていう、すげえな88。果たしてこれが狼だったのか、一体何がこの人間を襲っていたのかっていうのが現代でも解決されてないのよ。いやこれ人臭くね、人間なんか毛皮着たさあー、なるほどね、とかありそうじゃない、その狼に似せてってことか、もしかしたら分かんないからあるかもしれない ね。今言われてるのが、当たり前だけど狼説、はいはい、ただ狼っていうのは普通まず人間じゃなくて牛とかそういう家畜を、そうそうそう、対象にするんだよ、人をさ、そう、そんな、なんつうの、うまみがない感じするやん、そうなんだよね、だし逆に牛に追い払われてるっていう、これだけちょっと不可解、見た目は狼っぽいって言われてるんだけどね、あとハイエナですね。ただジェボーダンの獣は足取りがめっちゃなくちゃ滑らかだったんだって、はあ、ハイエナはそういう風に走ることができない。じゃあ獣なんだ、じゃあやっぱちょっと獣っぽいかも。ああ痕跡はあるんだね。そうだね、残されてるね。じゃあとんでもねえ人をぶっ殺す本当に獣がいたんだ。そう、怖っ。もう一個言われてる説が、ハイブリッドウルフですね。ハイブリッドウルフ、まあ、これはもう雑種だよね、はい、狼と犬とか、なるほど、狼とハイエナの子供とか、そういうタイプ、新種だよね。だから突然変異でできた化け物とかとか、ちょっといろいろ言われてて、はい、もう本当挙句の果てには絶滅した動物がまだ生きてたとか、なるほど、
そういう風にも言われてるんだけど、ちょっと現代でも一体このジェボーザンというものが何者だったのか不明なんですよ。なるほどね、当時はカメラもないしな。そう、この頃の狼は今よりも凶暴だったんじゃないとか、まあそういう説とかもいろいろあるんだけど、まあ何にしてもちょっと不明。なるほど。ただ死者の記録だけははっきり残ってるっていう。怖いね。怖いよね突然こういうやつだね。何だったんだろうね。でもコウスケが言った、実は人間だったっていうのが俺一番怖いけど、いや、ありそうよね。ありそうよね。それはなんか死にすぎてる。なんか人がサイコパス診断、ちゃんとサイコパスの方に行きそうな発想だなって。全然だろ。いや、俺にはちょっと出てこない。また彼に会いたかったからとか。続いてご紹介するのがですね、アーカンソー州の鳥です。アーカンソー州の鳥。アメリカ南部アーカンソー州っていう場所がありまして、ここでですね2011年鳥が大量に突然死してたんですよ、でその数がなんと5000羽。もうめっちゃ死んでますね、ちょっと写真これで出せると思うんで、こちらです。はい、これなんだけど、道に鳥の死体がバタバタ落ちてるっていう状況なのよ。はいはいはい。これなんだと、5000って数えぐいっていう。だから上空でなんかが起きたってことだよね。そういうことになるよね、死因を特定しました。はい。何だったと思いますか、死因。鳥たちの死因。何らかの高化学スモック的な。あー、なるほどなるほど。化学物質による汚染とか、違ったんですよ、ほう。だからお前は大卒になれないんだなっていうのは今はっきり分かりました。お前今ヒヤヒヤしてんだよ8年通って、まだ卒業できるかどうかなってヒヤヒヤしてるやつが価値ねえから、はい、あとなんか後に多分分かるけど、大した大学じゃなくていや、お前それ友達としてどうなのひどいよお前さ、先卒下に見てるやつのセリフじゃねえんだよまあこの死因が汚染物質や毒ではなかったんですよ。はい。なんとですね、何かにぶつかったっていう、外傷だったの。飛行機じゃないんでしょ。でも飛行機じゃないよね。おそらく死んでいたのも真夜中。おもろ衝撃が加わって死んでたっていう話だった、足とかそういう感じなの。こうそう、多分ぶつかってんだよね、何かにね。 UFO じゃんで、これが今のところ未解決問題なんですよね。2010、ドローンもまだそんなだもんね。そうなんだよね。こう説がいろいろあって、気候問題。気候、はい。なんかその気候が影響して、例えば方向感覚が分かんなくなっちゃったりとかで、家の壁とかにぶつかっちゃってたんじゃないかとか、っていう説とか、あとこれが起きたのが大晦日の真夜中だったね。ほんとこう年越しをする瞬間ぐらい。はいはいはい。その時にアーカンソー州で花火を打ち上げてるんですよ。はあ。それがこうパーンってなって食らってみたいな、そのストレスでその意味わかんない行動を鳥が起こして壁とかにぶつかっちゃってた。てかそのままなんか気絶でその下に叩きつけられて死ぬ可能性もあるってこと、その可能性も多分あるかも。だから特別毒ガスがあって気絶してそのまま落下でっていうよりかは、何らかで落下してその落下によって死んでるみたいな感じかな。その可能性もありますね、地面にぶつかってるのでそういう風に判断されてる可能性あるね。はいはいはい。ただ絶対にこう気絶とかしてるっていう。そういうことだよ。うちは火っぽいですけどね。でもね、花火は毎年やってんだって、あ、そしたら毎年死ぬだろうと。そうそう、5000は死なないだろうってことか。そういうこと、そういうこと。毎年やってんだったら、毎年5000は死ぬだろう。他の年もあってもおかしくないし、それ以降も起こってないから、はあはあ、っていうふうに考えるとなんだろう。花火の線はないって感じか。でも可能性はあるけど、あるけどっていうこと、ね、否定もできちゃう。なるほど。っていうことになっちゃってて、ちょっと現在のところ研究されてるけど未だに未解決のまま。いや、まあ UFO の可能性もあるけど、どうだろうね。どうだろうね。ちょっとこれに関しては確かにみんなの考察聞きたいね。欲しいかもしれない ね。赤色の考察、はい、待ってます。赤色の考察。赤色の考察。あ、ピンクでもいいです。はい。話の途中ですが、ここで極太からの宣伝です。はい。今私たちは考察部屋チャンネルというものが存在しています。皆さん、考察部屋チャンネルは登録はお済みでしょうか。これね、メインチャンネルと何ら変わりはありません。内容については、なんならもう、考察部屋の方がガチです。都市伝説 YouTuber してます。何の時間だよ、言いません。ぜひ見に来てください。来てください。以上、極太からの宣伝でした。はい。最後にご紹介するのがですね、はい、ボビーダンバー事件です。出ました、ボビーダンバー事件。知らねえだろお前。すいません。
じゃあお願いします。1908年アメリカのルイジアナ州でボビー・ダンバーという男の子が誕生しました、うん、1912年ボビーが4歳の時にですね、うん、お父さんのパーシー・ダンバーと、うん、お母さんのレッシーと弟のアロンゾと4人でスウェイゼ湖っていう湖に遊びに行ったんですよ、うん、その時にみんなでこうお昼ご飯を食べようってなった時に、うん、4歳の息子のボビーがいなくなっちゃいました、はい、行方不明になっちゃったんですよ。もちろん両親は必死に探したんですけど、うん、見つからず、うん、警察当局に行方不明届を出したと、うん、でですね警察も4歳の少年がいなくなっちゃったっていうので、うん、かなりの人数を動員して捜索して見つかんなくて、うん、でこの湖にワニがいるんですよ。怖っ。可能性あるぞってなって、うん、できる限りのワニを捕まえて、うん、お腹をかっぴらきました。ただ見つかんなかった、うん、ワニ悪くなかった、うん、うーんってなっちゃって唯一手がかりがあって、それが湖のところから鉄道のところまで裸足の足跡があったんですよね、うん、まあ、これがボビーの足跡かどうか分かんないけど、うん、これはあり得るんじゃないかなっていうので、もしかしたら拉致されちゃったんじゃないかと、うん、っていう風な考えに至りました、うん、ボビーが行方不明になってから8ヶ月、うん、だいぶ経ちましたね。ダンバー一家の家にですね警察が訪れまして、うん、はい、ボビーが見つかりましたと。ボビーの特徴と一致している子供が見つかったと、うん、はい、これがウィリアム・カントウェル・ウォルターっていう行商人と一緒にいるところが発見されたと、うん、ただウォルターはこの時にこの少年はボビーじゃないと、この人はチャールズ・ブルース・アンダーソンっていう名前でジュリア・アンダーソンっていう僕の友人の息子なんですって説明をしたんですよ、うん、この時に両親とこのボビーと思われる子供を引き合わせるじゃん、もちろん、うん、この時にこのいろんな警察とかも周りにいたんだけど、うん、証言が結構バラバラで、うん、警察はこのボビーが両親に会った時にママって言ったっていう説とか、うん、急に泣き出したっていう説とか、うん、なんかいろいろ説があって、そこはちょっと曖昧になっちゃってるんだけど、うん、一番問題なのは、うん、この両親がボビーかどうか確信を持てる状態じゃなかったのよ。自分の息子っぽいんだけど息子とも言い切れないっていう、うん、似てる子って言われたら似てる子な気もするっていう感じだったのね、うん、ただ一緒にこの子とお風呂に入った時にボビーと同じ位置にあざがあったのね、はいはいはい、あ、じゃあこの子は私たちの息子だっていうことで、ほうほう、そこで確信を持ったわけですよ。はあ、ボビーごめん何歳だっけ。4歳です。分からんもんか。このボビーを誘拐してたと思われるウォルター、うん、そして友人のジュリア・アンダーソン、はい、この2人で逮捕されたんですけども、はい、ジュリアは自分が本当に同じ年齢の子供をこのウォルターに預けて、うん、預かってもらっていたと、はいはいはい、ジュリアはシングルマザーで働いてたから、うん、息子を見てくれっていうふうに言ってたらしいんですよ、うんうんうん、ジュリアからしたら自分の息子が急に他の夫婦に取られたっていう、はいはいはい、ことになるわけで、はい、これが正しかったら問題になっちゃうから、うん、警察は同じような特徴の男の子を5人集めて並べて、うん、ジュリアにどれが自分の息子のチャールズ・アンダーソン、ああそっかそっか、ボビーじゃないのこの人にとってはね、そう、彼女にとってはチャールズなんですけど、はい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 、チャールズはどれですかって言ったんですよ、はいはい、この時ジュリアは分からなかったので、うん、これもまた問題ですよ。もう登場人物全員分かんねえじゃん。そうでジュリアも服脱がせて、うん、同じ場所にあざがある、はい、これは自分の息子だって言ったのよ。はあはあはあ、だからこの人もあざで自分の息子を見分けることができた、はい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 、要は互いに言い分があってどっちもこう確信を持てない状態で自分の息子だっていうふうに言い張ってるわけよ、っていうので、うん、裁判が起こりました、はい、果たして彼はどっちの息子なんだと、はい、ただここで問題だったのが、うん、ジュリアはシングルマザーなんですよ、うん、ただダンバー一家は夫婦で子供を育てることができるから余裕だったんで多少、うん、っていうのがあって裁判所的にはボビーはボビーであった方がいいっていう、うん、ダンバー一家で育てた方がいいんじゃないかっていうのも多分あったんだろうね、うん、っていうのでこの子はボビーですっていう風に判断したのよ、はい、ジュリアとウォルターは誘拐犯として逮捕されて、ウォルターに関しては禁錮2年を言い渡されるっていう。ウォルターはただ預けてた人でしょ。そう、かわいそすぎない？そうなんですよ、うん、でこのジュリアは二度と自分の息子チャールズには会えないっていうことになっちゃいました、うん、はい、その後ですねボビーはすくすく育って、はい、4人の子供ができて、はい、1966年に亡くなったんですけど、はい、続きがありましてボビーの孫マーガレット・ダンバーっていう女性がいるんですけども、はい、昔から多分聞いてたんだろうね、はいはいはい、この話を。真実は一体
何なんだろう、気になる気になる。 DNA 検査ができる。できるってことだよ、はい、そう。ということで、はい、マーガレットは、うん、このジュリア・アンダーソンの子供たちに会いに行ったんですよ、うん、そしたらジュリアはあの事件があった後7人の子供を出産したのね、はいはいはい、で、うん、めっちゃ産んでんな。ボビー・ダンバーの息子、マーガレットの父親とダンバー家の DNA 検査を行いました。そしたらこれ衝撃的なんですけど、 DNA が一致しなかったと。あ、ダンバー家の、ダンバー家と夫婦の赤ちゃんじゃなかったと。そう、彼はチャールズ・アンダーソンだったんです。こわっ本当は金庫2年入ってんだよ。そう、しかも息子取られてんだよ。100年後に本当はジュリアの息子だったチャールズだっていうのが分かったんです。もう亡くなった後だよね。胸クソやん。で、じゃあボビーはどこ行ったんだっていうのも分かんないとですね。ボビー、本当にボビーはいたのか。だからいたいた、もちろん。怖っ彼はチャールズだった。え、怖っ。じゃあボビーは一体どこへ。これは未だに解明されてないです。怖っ。何最後のゾクッとした。うん、おもろ。これはね、恐ろしい話ですよ。アンビリバボーアンビリバボー僕ルートダイナマイトっていうことで、以上、未だに解明されてない世界の未解決ミス。いやー、いや、今 DNA 検査あってあれだけど、まあそんなことあるよな。昔さ、どっかエジプトかなんかわかんないけどさ、有名な話でさ、うんうん、赤ちゃんをさ盗んだ母親が、うん、いや私の、いやこの子は私のよみたいな。おで、王様がさ、じゃあその赤ちゃんを真っ二つにしよう、で、半分は片方に、半分は片方にって言って、うん、そしてそれを命令したら、実の母親の方が、あの子は私の子じゃないわって真っ二つにしないでって、そなたの子だろうって言って、それをさ、なるほどみたいな。 DNA 検査がない時代に、いや本当にね、そのあっただろうな、いっぱい。写真もないじゃん、スマホがないから、気軽に撮れないから、うん、息子の顔を覚えてないっていう。あこんなことあんのって話よね、まず8ヶ月って会ってないってね。うん、しかも子供って成長するから、そう、顔変わるし。そうなのよ、だからあざで判断するっていう。奇跡的に本当に同じとこにあざがあった似てる顔の少年ってことだよね。そしてボビーはいずこへと。そう、気持ち悪い話だね本当にね。謎が解ける日は来るんでしょうかっていう見解聞きたいでしょみんな。あ、それだけ言うか。それ聞きたい、言いたい、言いたいです。言いたい、はい、言わしてください。じゃあいいっすよ、はい、どうぞ。どうなんすかね言いたい、それ毎回言っとるやん。はい、見解じゃないんだ。お前もオーディエンスなんで、それホストじゃないんだよね、それ。あ、テラーじゃないの。わかんないっす以上、極武闘ダイナマイトでした。ありがとうございました。航空史上最大の謎、マレーシア航空370便ご紹介していきますよ。2014年3月8日午前12時41分、12人の乗員を含む239人を乗せたマレーシア航空370便がですね、クアラルンプール国際空港を出発して北京首都国際空港に着陸予定でした。はい、実際のですね、機体がこちらです。もちろんこう10年前なんで、もう結構今のね、うん、飛行機というか馴染みのあるって感じですね。ただのジャンボジェットですよね。機長のザハリ・アフマド・シャーさんはですね、飛行時間が1万8000時間を超える、うん、超ベテランの53歳。ただですね、事件が起きてしまうんですよ。離陸してから50分後にベトナム南部の海上を航行中にですね、スバン空港っていう空港との管制当局との通信を最後にですね、370便がレーダーから消失しました。通信が切断されてから、この370便の通信機が切断されているってことに気づいて、うん、マレーシア空軍に要請をして、空軍のレーダーが動いたんですよ。はいはい、で、空軍のレーダーはですね、370便がなぜか進路を南に変更して進んでいるってことを確認しています。はいはい、離陸から1時間40分後、インド洋のアンダマン海っていうところの上空でですね、空軍のレーダーからも消失してしまいました。はい、ただ機体自体がピンって呼ばれている電波を発信したのよ。うん、それはですね、人工衛星がそのマレーシア航空からの電波を受信してんの。これが4時間ぐらい受信してたんだけど、4時間後にはその電波も途絶えてしまったと。うん、マレーシア航空370便がどこに行ったのか分からなくなってしまったんですよ。はあ、航空史上最大の捜索が開始されます。本当にいなくなっちゃったの。本当にいなくなっちゃった。いなくなってしまった、おそらく墜落していると。どこの空港にも着陸してないからね。なるほど。絶対に見つけたいものが一つだけありました。うん、
それがブラックボックスです。ブラックボックス、操縦士たちとか交わしている会話とか機体の飛行状況とかを全部記録しているフライトレコーダーみたいなのがどの飛行機にも今乗ってんだよ、うん、これさえ見つければ何が起きたのかっていうのは絶対わかるの。なるほど。これはですね、最大で30日間電波を発信するような仕組みだから迅速な捜索が必要だったんですよ、うん、ただ1週間後にはですね、電波がもうなくなってしまっているってことが分かったので、はい、まあ、何としてもこれだけは見つけなきゃいけないんだけど、捜索も難航している状態だったんですね、はい、事件の翌日、レーダーが消失した場所の東中島の南の海上にですね、うん、飛行機の緊急脱出用ドアみたいなものが発見されたのよ、うん、これは370便かって思ったんだけど、うん、この370便に緊急脱出用のドアなんてないと。なるほど。じゃあこれ違うものだってのは分かりました。はいはい。3月20日事件から12日後ですね、オーストラリア海洋安全局による衛星画像の解析で、この370便のものと思われる2つの物体が衛星から発見されました。なるほど。ただですね、これが370便の残骸であるかどうかっていう確認は取れませんでした。うん、まあ、やっぱ海なんで結構難しい。はいはい。ソナーとか衛星画像の解析を用いて約20カ国がこの捜索に参加しまして、うん、12万キロに及ぶ海上捜索を行ったんだけど、うん、乗員乗客はもちろん機体の残骸すら見つけることができませんでした、うん、これがマレーシア航空370便墜落事故の全貌。ああ、もう一応この表向きというか表に出されている情報はこれまで。捜索しても、まあ、この時点では何一つ見つからなかったと。ただ不思議なのは変な方向に行っていることはあるってことだよね。通信を切られてたと。そうだね。だからなんかジャックされてたんじゃないかみたいのが予想されるって感じなのかな。その可能性もあります。不可解な点がいくつかありました、はい、まず一つ目がですね、マレーシア政府が残骸が見つかった時にその残骸をちゃんと精査せずに370便のものではないと断定したんですよ、すぐに。これ1個目の謎。もう一個がですね、マレーシア政府はですね、最後にレーダーに残っていた位置情報をなぜか3日遅れで報告すると。さっきも言ったようにブラックボックスは迅速に捜索しないといけないのよ、うん、電波を発しなくなっちゃうから、うん、でも3日遅れだったっていう、うん、遅すぎる対応。そしてですね、インド洋に浮かんでいるモルディブっていう島でマレーシア系の飛行機が低空飛行しているっていう目撃情報がありました。これは370便のものだったかどうかは不明、うん、そして飛行ルートを見るとですね、インドネシアとマレーシアのとこをちょうど通ってるんだけど、うん、そのレーダーを回避しているような動きにも見えると。だからさっき言ったジャック説も可能性あるよね、うん、そしてですね、事故後の調査によってこの機長の家が家宅捜索されたんですけど、うん、フライトシミュレーターになぜかですね、インド洋に向かう飛行ルートを模擬飛行していたという記録が残っていました。そっちのルートをなぜかシミュレーションしていたっていうのも謎。そして最大の謎がですね、この370便から救難信号が出ていなかったということなんです。仮にハイジャックされたのであれば SOS 信号を出していたんじゃないかと。ただ何もなかった。これも不明です。なんでなのか。すごいっすね。めっちゃミステリーだよね、もうね。だってじゃあ乗客の人はもう誰も出てきてないわけでしょ。もちろん遺体すら見つかってないよね。話の途中ですが、ここでゴフルトからの宣伝です。はい、今私たちは考察ベアチャンネルというものが存在しています。皆さん、考察ベアチャンネルは登録はお済みでしょうか。これね、メインチャンネルと何ら変わりはありません。内容については何ならもう考察ベアの方がガチです。都市伝説 YouTuber してます。何の時間だよ、言いません。ぜひ見に来てください。以上、ゴフルトからの宣伝でした。はい。これ2014年の3月に起きた事件なんだけど、残骸が徐々に見つかり始めるのよ。まず2015年の7月にマダガスカルの東方にあるフランス領のレユニオンっていう場所で370便の翼の一部が発見されました。じゃあ墜落してるんだのはもう間違いない。あ、そして2016年3月、南アフリカで370便に搭載されていたエンジンの一部が発見されています。うん、そして同じく6月にですね、マダガスカルで乗客の所持品と思われる手荷物が発見されました。そしてこれが一番大きな発見だったんだけど、はい、2016年9月にマダガスカルの南東部で370便の機体と思われる焼け焦げた一部のものが発見されたのよ。つまり火災が起きてた可能性も指摘されていると。ではですね、なぜこのマレーシア航空370便がそれについてですね、割と有力と思われているパイロットによる考察がありまして、うん、それを解説します、はい、まず何らかの原因による火災が起きたと、はい、南にこう行こうとしていたっていうのは、近くの空港に着陸しようとしていたのではないかと。なるほど。火災が起きた時って
て、まず全部メイン回路を遮断するんだって。その後に飛行、操縦、連絡っていう順番で回路を回復させていくらしいんだけど、うん、だから通信ができなかったし、通信機が切断されてたのではないかと。なるほど。このマレーシア航空がレーダーを回避してるような動きっていうのは、高度をこう変えていたんだって、うん、高度を変えるっていうのは、高いところに行って低酸素状態にして火災の火を消そうとしてたんじゃねっていう説が出てる。なるほど、うん、ただ火を消そうとして高度をこう変えてたんだけど、その対応が間に合わなくて、機長を含めた全員が窒息、低酸素状態で気絶してしまって、そのままどこかの海へ墜落したんじゃねっていう説。なるほど。だったらまあ割と説明はできる。なるほど。うん、あ、まあそれっぽいですけど、うん、まあ一つやっぱりじゃあ疑問に残るのが、はい、政府の3日遅れは本当に何だったのか、そこやっぱ引っかかるよね、うん、っていうのでですね、2020年の2月に新たな情報が出まして、うん、元オーストラリア首相のトニー・アボットという方がですね、はい、このマレーシア航空370便の事故について言及したんですよ、うん、マレーシア政府は機長による大量無理心中だと考えていた証言を残したのね。なるほど。機長っていうのが53歳のザハリ・アフマド・シャーという方なんですけど、うん、この人がですね、当時のマレーシアの野党党首だったアンワル・イブラヒムっていう方の支持者だったんだって、うん、で、なんなら遠い親戚だったと、うん、ただですね、このフライトが行われる前日にこのアンワルが同性愛の容疑で有罪判決を受けるのよ、うん、っていうことに抗議をするために機長が乗客を巻き込んで大量無理心中をしたっていうことを政府は考えていたよっていうふうに言ったの。ああ、だからそういう可能性も込みで、うん、対応がずれてしまったみたいな、うんうん、のかな。ただマレーシア政府はですね、救難信号がなかった、機体の動きがレーダーを回避するような動きだった、そして機長のフライトシミュレーターはなぜかインド洋の方に向かうっていうのをシミュレーションしていた、この3つの証拠があったのにこう発表してるんですよ。機長はベテランのパイロットで精神テストにも何の問題もなかった、自殺する要因はないと、まあ、つまり可能性を国民に隠蔽するような形に取れると、うん、っていう中でのこのオーストラリア元首相の証言が出てきてしまったので、まあ、このね、政府の不可解な行動から見るとマレーシア政府は何かを隠しているのかもしれないっていう事件です。いや、ちょっと闇が深そうですね、うん、ジャンボジェットということで、うん、たくさんの人が亡くなったと。そうだね、まあ、まずはね、ご冥福をお祈りします。はい、何なんでしょう。ね、真実が一体何なのかも飛行機事故ってまあ起きないって言うし、そうだね、宝くじよりギリ高いぐらいの確率。そしてね、このさ、このレーダーとか人工衛星が発達した現代においてどこに墜落したのかすらわからないっていう。そうね、うん、かいくぐれるんだって。あとそもそもな、いや、謎ばかりやばいよね、ちょっと。しかも、まあ、政府は隠してるかもしんない。そう、本当思ったより闇かもしれない。可能性ありますね。やっぱこのオーストラリア首相の証言が闇にしてしまったんだよね。それまでは火災がメインで考えられてたんだけど、うん、非常にミステリーですね。皆さんはどう思うか、ぜひコメントに書いてほしいですね、はい、ちょっと考察してほしい、マジで、はい、ってことで以上、航空史上最大の謎、マレーシア航空370便でした。はい、飛行機事故に関わらずですね、まあ、事故っていうのはなくなってほしいですけどね。そうだね、いくら安全な乗り物とはいえ、やっちゃったら一番死亡率は高いでしょうから。どうなんでしょうね、今後なんか科学技術の発展とともに、うん、それすらも防げるなんかことができたりするんですかね。パラシュートじゃないけどね、全員にパラシュートとか詰めないのかなとかいつも思うんだけどね。ものすごい速さで飛んでるから、無理なんじゃない。その訓練をしていない人たちに AI と技術発展で、まあ、なんか考えもしないような技術がね、うん、発達して空の事故がなくなる可能性もあるんじゃないかなとは思いますけどね、うん、まあ散々やってきましたが、はい、今回の謎解決する日が来るのでしょうか。北部座の見解をお聞かせいただきたいと思います。はい、様々な不可解な点も残っていますし、難しいところであるんですけども、これはですね、解決しないと思います。ただ物そのものが消えることはないから、どこかの海に機体は絶対に沈んでると思うのよ。それさえ見つけられればワンチャンあるかもしれない。一番恐ろしいのはもうすでにブラックボックスが取られていたっていう時ですね。
なんか本当に闇が深いですよ、それは。あれはやばい。やばいっすよ、それは。全部解体されてる可能性。そう、だって10年経っても見つかってないんだもん。実は3日以内にもう見つけてたっていうパターンが恐ろしいですけど、果たして真実はどこに隠されているのか。以上、極太ダイナマイトでした。ありがとうございました。ということで以上、未解決ミステリー総集編でした。はい、お疲れ様でした。これからも出せるようにな。そうだね、たくさんやっていきましょう。これに関してはね、いっぱいあると思うんで、ちょっとそのうちまだやります。まはい、次回の総集編もお楽しみにということで。はい、以上、極太ダイナマイトでした。おやすみなさい。